しょ。オス。はい、ですね、今日殴られ屋、1時からビーチでする予定だったんですけども、ちょっと急遽ね、用事とかいろいろ入って、できなくなりました。すいません。そして、まあ明日殴られ屋することは決まりました。うん、まあそれ誰とするかなんですけども、今僕分かる通りちょっといいホテルに泊まってます。はい、このホテルなんですけど、まあ知り合いの方がちょっと交渉してくださって、ホテルのスタッフの人と戦って、まあ、それ楽しかった分、あのホテルの料金を値引いてもらえるという、システムです。はい、そして、ビーチで殴られ屋するのなんですけども、平日だとちょっと人が少ないかなという感じらしいです。ほんで人が多いのは土曜日、土曜日が一番盛り上がってるよってことなんで、今週の土曜日にビーチに行って殴られ屋しようと思ってます。はい、行って、じゃあちょっと部屋の紹介しようか。はい、せっかくねこの高級ホテルなんで、どんなとこか紹介します。まずちょっと待ってね、オスこんにちは。部屋入ってもらったらこんな感じです。まあ広い感じですね。ほんでトイレがこちら、こんな感じ。これもすごい綺麗です。そしてバスタブがこんな、ちょっと広めな感じですね。ちょっとというか全然広いな。ほんで、寝室こんな感じです。おー綺麗、めっちゃ綺麗ちゃう。キングサイズで、もうなんかこんなん高級感あるな。やっぱ俺あんまホテルそんな高いとこ泊まらへんねんけど、うん、やっぱ久々に高いとこと泊まったらすごいな。ほんで何よりもね、あの景色がいいね。ちょっと見てほしいんやけど、まあサムネのあの通りめちゃめちゃ気持ちいいよ。あれやばい、開け方がない。 Just a moment please。 よいしょ、はい、出るとこんな感じです。はい、これがですね、ほんまやったら、1泊3万円ぐらいですね。それがどこまで値引いてもらえるのか楽しみです。ほんで明日から毎日スタッフの人と一人一人戦うって感じですね。3泊するんですけど、毎日1人と3人と戦います。それがこのイスラム教の言葉の通じない国でどんだけ受けて入れてもらえるのか、宗教上の違いとかもあるんですけど、それをどんだけね受け止めてもらえるのかが、あれですね、心配ですね。めちゃめちゃ景色いいでしょ、天気もええし。ほんでここに泊まってる船いっぱい、こんな泊まってんの、なんか船泊まってんだと思ってたけど、こんな泊まってんや。アンソニーさんこんにちは、今日もありがとうございます。そう、こっちもですね、今午後2時ちょいです。めっちゃ船泊まってる。いやほんまやで、この柵がちょっとな怖いよな。しかも結構低いし、俺のおへそぐらい、おへそぐらいの位置だから超怖い。ちょっと俺高所恐怖症なんですけど、落ちるなよ。いやいやもう不利やん。いや振るな振るな、怖い怖い、もう無理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 、もうこれ下見んのマジ怖い。ちょっと下見る。てかもう携帯とかもさ落としそうでマジ怖いねんな。怖い。まあ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 、カメラで見るとそんなことないな、実際見てるとめっちゃ高いんやけどな。しょっちゅう落ちてるやろな。いやいや落ちてる、落ちてたらもうちょいなんか対策するでしょ。こんにちは、オスこんにちは。はい、まあこんな感じが、ドバイの風景ですね。その柵外れそうねえ、どうなんやろ、まあ、うわびっくりした、急にこれついたから超びっくりした。ほんで、さっき言おうと思ってたこの船なんですけど、ここから向こうの岸に渡る船なんですね、渡り船。ほんでこれの料金いくらやと思いますか、ここからそこまで渡んの。ちょっとコメントなんで、いくらやと思うかちょっとコメントください。あのね、予想外すぎる値段マジで。早く殴られ屋みたい、ごめんなさい。そうほんまやったらね今日する予定やってんけども、ちょっと今日はできなくなって、明日の、こっちで8時から戦うから、
日本で言うたら8やろ9、10、うん8時うん8やろ9、10、11、12、1、1時かな1時から、殴られ配信します。はい、初見です。勉強が進まない僕を殴ってください。初見さんありがとうございます。またね、住所言ってもらったら殴りに行きます。あら王様だ、イエーイ。そう、結構ねこれ使い勝手いいですね。ほんでこれ買ってよかった。これフル装備で3000円やから安い。皆様のコメント2000円、1億はびっくりするわほんまに。4000円、3000円、橋渡るの20ドル。あーなるほどね。ですね、これ実は1万、実はですね、30円です。安っ、めちゃめちゃ安ない？真剣に10万ね、それぐらいと思うんすよね。30円やで、ごっつ安ない。ほんで電車とかも普通に安いっす。聞いたところ、どうやろう、ここから電車で1時間ぐらいの距離でも300円ぐらいらしいっす。めちゃめちゃ安いでしょ、日本より全然安い。そう、ほんでちょっと高級そうなでかい船あるじゃないですか、あれがなんと60円かな、ちょっと高くて、うん、もう一番安いので30円。ほんでこれまたびっくりなのが、世界で一番安い船らしい。もう普通どこの国でも船乗るのもっと高いんですけど、30円は世界一安いらしいです。まさかドバイで世界一安いとこがあると思わないですよね。びっくりやわ、やっぱ知らん情報ばっか。ドバイやのに。そうなんですよね。コモンは殴られ屋の動画は、日本時間の昼1時くらいですか。そうですね、1時からです。うわー、ありがとうございます。スブリウルリウ、あーやばい、消える。SBURURI セブンさん、ありがとうございます。500円いただきました。今から路上ライブやってくれ。ここでね、多分しても厳しいですね。人があんまいないですよね、見てもらったら分かる通り。車あんなにあんのに人おらんってどない、どういうこと、みんなどこ消えたん。ほんで今日本人の女性の、まあ、ホテルマンの方なんですけどいらっしゃって、その方に情報を聞いたところ、殴られ屋をもしするとガチで捕まるガチで捕まるってなって、まあ、ビーチやったらまだどうやろうって感じらしいんですけど、相当やばいらしいです。ほんで捕まって、僕の予想なんですけど、この留置所入って、まあ、3日ぐらい入って、ほんでもうどっか行けみたいな感じだと思ってたんですけど、じゃなくて捕まるじゃないですか。捕まって次裁判行われるらしいんですよ。ほんでそう、裁判するのに日本の何やろ、保証人と、あとドバイ語喋れる弁護士連れてこなかったらしいです。ほんでそれで裁判行われて国外追放されるみたいです。罰金払って、やばないっすか、そんななる。ほんで、ドバイのホームレスの人って月、100万から300万稼げるらしいんですよ、っていう風にネットの情報に載ってたんです。なんで僕もドバイに来て1日ホームレスとかをしてみようかなと思ったんですけど、その話もその女性に聞いたんですよ。ほなこれガセネタらしいです。前何やったっけな、インド人じゃあ中国人がホームレスしたことあるらしいんですけど、全然そんな稼げへんくて、ほんでその人も、捕まって、ほんで、何やったかな、弁護士呼んで多額の、賠償金払わされたらしいですね。いや絶対、うん、ほんまにこの何やろ、アウトローなストリートを歩いても分かんねんけど、ホームレスが全くいないんですよ。ホームレスが全くいない。ホームレスすること自体が禁止されてるらしいです。ほんでほんまにめちゃめちゃお金に困ってる、もう今日も食えへんっていう人にはなんか助けてくれる人がいるらしいんですけど、そうではない、まあ、ちょっとなんか稼げるからやってるみたいな人はもうガチでえぐいことになるらしいです。えぐく裁かれるらしいです。そんなことあるんすね、知らんかったな。うん、ほんでこのホテルに泊まってた人も捕まったらしいです。前日本人やったかな、それ日本人の人が捕まったらしいです。だからホームレスはガチでやばいらしいです。で絶対しないです。うん、聞いといてよかった。聞かな、ほんまに賠償金えぐいと思うからね。あと国外追放されるからね。
よかったやっぱ知識って大事やな。うん、ほんでまあ殴られ屋はでもします。殴られ屋は土曜日、ビーチへ行ってやってみようかなと思います。はい、まあ多分、まあ、どう宗教上というかこの地域性とか国民性で分からへんけど、まあ注意されてそれでやめへんかったらそれは捕まるやろうけど、注意してやめたらまあ大丈夫やと思うやけどな。まあ一回やってみようかな。うん、そうなんやな、ガセネタやねんな。でもみんなね、そのガセやけどガセっていう情報ってあんま出回ってないじゃないですか。だからその、嘘の情報を鵜呑みにして持てるんですよね、みんな。危ないっすよね。知らん情報いっぱい知れるわ、こっち来たら。毎日勉強、死刑やったりして。まあ確かにね、ほんまにそんななる可能性もあるよね。なんでそんな安いんでしょう。まあわかんねえ。もうタダでいいじゃんほんまにね、30円いるって思うけどな。えぐーね、えぐいよね。それだけやって治安を保ってるんやね、こっちゃ。やっぱりガセない。そうなんすよね。寒いですか暑いですか。あのですね、今多分30度ぐらいですかね。多分こうしてたら、普通にめっちゃ焼けると思います。なるほど、税金安い分ルールは厳しいんかな。どうなんですかね。ほんでこっちの、あ、そうそう、こっちの文化についていろいろ聞いてんけど、こっちは一夫多妻制で4人まで奥さん持つことができるみたいです。はい、4人まで奥さん持つことができて、例えばみんな、ほんで奥さんにみんな同じ対応しなきゃならしいです。1人いて1人がいい暮らしをしてて、2人目の奥さんがいい暮らしをしてへんとかだったら罰せられるらしいです。それも、1人目の奥さん、2人目の奥さん、3人目の奥さん、4人目の奥さん、平等にせなダメらしいんですよね。だから例えば旅行とか、1人目の奥さんはアメリカへ旅行へ行きましたってなると、2人目の奥さんも3人目の奥さんも4人目の奥さんもみんな同じ場所へ、旅行へ行かな罪になるらしいです。大変やね。だからもうほんまに一夫多妻制の人ってお金持ちで結構自由度の高い人しか無理らしいです。はい、ほんで今はちょっと文化もねどんどん変わってきてるんで、一夫多妻制まあまあ法律上全然いいんですけど、でもそういう人は少なくなってるらしいです。だいたい一人につき一人みたいなことになってるらしいです。はい、ほんでこの動画でここのドバイの人口300万人って言ってたんですけども、その情報って前の情報みたいで、今は400万人ちょいいるらしいです。そして王族の人がその中の40万人が王族らしいです。まあ王族の血筋ですね。うん、ってことらしいですね。あっちドバイいつまでいるんですか。一応ですね、ドバイの方は、3月3日までいます。3月3日までいて日本帰って3日間の隔離になるんですけど、その3日間の隔離の中で僕誕生日迎えます。3月4日が僕誕生日なんですけど、隔離で誰にも会うことなくホテルで、ずっと一人です。もう寂しいな、誕生日寂しい。一夫多妻制をしてる意味がそこなのよね。なるほどね。今僕もドバイに、マジっすか、マジっすか。なんかよかったらツイッターかインスタで連絡ください。よかったら飯でもね食いに行きましょう、近かったら。今朝ですか。今ですね、日本との時差が 5時間ありまして、こちらはですね2時ちょいですね。はい、いつ殴られやします。ほんまやったらね今日するつもりやってんけども、ちょっとできひんくて、明日の8時からします。朝8時、日本時間で言うたら1時ですね。1時から殴られやします。そんぐらいかな。ほんで明後日も殴られやします。し明後日も殴られやします。ほんで土曜日はビーチに行って本格的にパフォーマンスしたろうと思います。ほんでこう見てわかる通り、見てわかる通りというか、1日目2日目ドバイのいろんなとこ歩いてんけど、やっぱパフォーマーって一人もおらんねんな。もしかしたら罰せられんのかもしれん。
まっすられへんかったら絶対にこういうパフォーマーって街中にいるはずなんやけど、うん、まあバスられるからおらんやろうなと思います。本当の侍な。おーさあざっす。すげえドバイの人おったほんまや、まさかやね。確かにめっちゃ3月顔どんな顔やね、見たことないわ。ちょっとなんか平均的な3月顔の写真ちょうだい。あ、これ3月顔なんやって思えるかな。それ見て、お誕生日ライブしてくれるの。お誕生日ライブ、あの暇すぎるんで隔離中で、だからライブします。痩せました、目離れてきた。うーん、痩せたかな。でも俺1日1食しか今食べてへんくて、あのそんなにお金も持ってきてないのよね。だから殴られやして稼ぐつもりやったけど、どうも結構罰せられたりいろいろまずそうで食えへんなと思って、今1日1食になってますね。はい、おととい食べたんがサンドイッチ、ほんで、昨日食べたんがサンドイッチ、サンドイッチしか食べてないです、こっち来て。いやー、この後ちょっと飯食いに行こうかな、腹減った。こんばんは。ドバイとはいえやっぱりイスラム教やからね。ね、そうですね、やっぱ宗教上の問題はでかいですね。今夜は二日酔いに気をつけて。いや、間違いないそもそもね、お酒飲む場所があんまりないんで、前はホテルにあのバーがついてたんでそこで飲めましたけども、ここはついてなくて限られてくるんですよね。なんかさっきね、バーの場所聞いたんですけど、忘れましたね。その顔のやつやらないといけないの、その頭のやつか、これね。これね、あの多分ですけど、まあ、自分がつけてて思うのは、これってすごい軽くて涼しいんですよ。あの風通りもいいし、ほんでまあこのままあの歩いてると多分飛んでくんですよね、軽すぎてファサーって。だから飛ばへんように多分これで固定してるんやと僕思います。うん、多分そういう意味ちゃうかな。もしかしたらなんか文化的な意味があるのかもしれんけどね。これでたこ焼き買い、ありがとうございます。また500円いただきましてありがとうございます。たこ焼き売ってんのかな、どこに売ってんやろ、探す方がむずいな。わーい、誕生日ライブ楽しみだよ、ありがとうございます。厳しい国なんかな。まあそうですね、普段はめちゃめちゃ温厚な国です。全然怒ってる人もおらんし、すげー温厚な国なんですけども、いざそういう風に政治とか、宗教のことになるとめちゃめちゃ厳しいらしいです。オンオフえぐいらしいです。ドバイの食事ってどんな感じですか、想像つかん。まあケバブ的な感じを想像してもらえればいいと思います。はい、ほんで今日の昼かもしくは晩、あのこの辺であの民衆的合ってるかな、民衆的な居酒屋というか食事どころがあるんですね、レストランがすごい安くて美味しいらしいんで、そこ行ってみたいと思います。はい、食事してるとこもね、こんなん食べてますっていうの、どんな味かとか、そういうのはリポートしたいですね。楽しみやわ、ありがとうございます。ビーチって下砂やからフットワークやばくない。まあやばいっすね、特に相手が重いとかやったら、もうバンって食らったら足でその力を支えてるんでズボってなるんですよね。そうなったらもうやばいっすね。でも今までこのビーチであの殴られ合いしたこと何回もあるんで、まあ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 、上半身だけ、下半身そんな動かさずに上半身だけを使って避けていくこともいけるんで、まあそういうのを使ったらいいんじゃないですかね。頑張ろう。料金が高いところだと何でも各国の料理が食べられるんですか。料金が、そうですね、まあ場所にもよりますけど、まあまあ大体ありますね。今ですね、このドバイには170何カ国の種類やったかな、結構ねたくさん住んでるんですよ。ほんまになんか、インターナショナルな国です。ドバイでたこ焼きあるのかな。まあないことはないと思うんですよね。あと1週間以内に僕も行こうと思ってる街があるんですけど、その街がジャパンフード、日本村というかそういう感じになってるらしいです。はい、でそこで多分食べられるんじゃないですかね。ほんでお土産みたいな形でこっちの人に日本のフード、スナックを渡すくて、うまい棒を持ってきたんですね、渡すべく。うまい棒を持ってきたんですけど、そこで売ってるらしいです。でも納豆味は売ってないとのことなんで、よかったです。こんばんは、オスこんばんは。こちらはですね、今2時半ぐらいなんで、こんにちは。格闘技の道場とかないですかね、そこに行けば何かできそうですね。そうですね、今ちょっとあの知り合いに聞いて探してもらってます。はい、そこに行けばね、ほんまに何とでもなるんやろうけどな。
二日酔いよくなりました。うん、全然大丈夫です。今水結構飲んだし、大衆的、俺民衆的ってなんか惜しいねんな、いつもちょくちょく間違える。ライブおもろすぎておしっこいかれへん。よし漏らしちゃおう。もうパンツ買おう。おむつおむつ、さすがやな、ありがとうございます。フットワークってステップですよね。そうですね、もう普通にあのボクサーがよう縄跳びするじゃないですか。この縄跳びとかはフットワークを鍛えるためのもんなんで、リズムとかだから、これで足でフットワークを、取ります。お部屋ツアーしてくれるの、あーお部屋ツアー行きましょうか。そして、こっちのホテルで一番高い、高級な部屋もまたお見せします。見せてもらえるということなんで、許可が下りたんで一番高級な部屋もお見せします。はい、ですね、ここがですね、ちょっと待ってよ、よいしょ。まあトイレこんな感じです。はい、普通にウォシュレットもあります。はい、ほんでこっちの、国なんですけど、結構こういうのがあるんですよね、シャワー。ほんでこういうシャワーでお尻自分でウォシュレットしたりします。ほんでこういうなんで自分のお尻をこうするわけやから、もうトイレ入った時この辺びちょびちょのことめっちゃ多い、ちょっと不潔っすよね。そしてここが、お風呂です。こういう風にどこもねガラス張りになってるんですよね。でもガラス張りになってるんですけど、この間のホテルもそうですけど、ここはガラスなんもないんですよ。ほんでカーテンみたいな仕切るもんもないんですよね。だからこの辺ね、ちょっと下の方ね、水飛び散ってまうんですよね。それが、まぁ、ちょっと慣れてへんから変な感じですね。はい、そしてまぁ部屋を、ですね、部屋入ったらまぁこんな感じになってます。もうパッと入っただけで広いなっていう印象ですね。はい、ほんでこう入ってきて、ベッドルーム、キングベッドサイズ、もうこんなんとかもちゃんとしてるよね。ねえ、そしてまあこんな感じなんですけど、部屋の雰囲気、はい、こんな感じです。ほんでまた嬉しいサービスしてくれねんな、よいしょ、読めるかな。ミスターケンジ様、リベラホテルへようこそ、ごゆっくり、お過ごしくださいませって。そしてまあこっちの方で日本食まだ食べたなるやろうから、うどん置いてくださってます、わざわざ。そしてこれお菓子、よいしょ、見えるかな、はい、こんな感じなんですけども、これ、ドバイ限定の、何やったっけな、ドバイ限定のなんかですなんかです、よいしょ。そう、こういうサービスもね、やっぱさすが一流ホテルやなって思いますね。ちょっとコメント読んでいきます。一泊いくらぐらいなんですか。ですね、ここの僕の今泊まってる部屋で一泊、確か 2,3 万やと思います。2万 5,000 円ぐらいかな。ほんで一応明日から僕殴られ屋、ここのホテルのスタッフさんとするんですよ。ほんでホテルのスタッフさんがもう殴られ屋の動画見てやりたいっつって言ってくれはるみたいなんで、言ってくれたはるみたいなんで、その人たちが面白いと思ってもらった分、そこからどんどん値引いてもらえるということです。はい、面白いサービスでしょ。ほんでなんか最初チップって言ってたんですけど、チップ、そういうお金の受け渡しがあんまり良くないっていうことなんで、まあその経営上あんま良くないってことなんで、まあ値段をサービスしますよっていう感じらしいです。なん、いやー、もっとめちゃめちゃ安になったらええな。一晩でいくら稼いだらその格好になるんやほんまやね、全くまだ稼いでないっす。土曜日でもがっぽり稼ぎたいな。あのビーチ行って殴られやするんで。うわ、何回もありがとうございます、投げ銭いただきます。ドバイでナンパと風俗も行ってほしい。多分ですね、風俗、あ、でもどこの国も風俗あんのかな、分からへんな。その辺もね、宗教上の問題でもしかしたらないかもしれないです。こっちの人って肌を隠すじゃないですか、みんな女性の方。
ほんで、海とか入る際でも、なんやろな、こう全部真っ黒のピチってしてるやつを着て泳ぐらしいんですよ。でそんだけ肌を見せへんかったりするから、もしかしたら、うん、風俗とかないかもしれんね。もしあるとしたら闇営業やと思います。はい、闇営業でドバイの人じゃなくて他から出稼ぎに来た人たちがやってるとこはあると思います。であんまりその情報はね聞かないですね。ドバイってずっと住める？うん、僕は全然いいっすね、住んでも。あと僕がこのドバイで、あ、そうなんやっていうふうに知ったことなんですけども、ドバイちゃうな、ドバイっていうのは首都っすね。アラブ諸国の首都がドバイなんですよね。ほんで、このアラブ諸国、諸国っていうのかな、アラブ、アラブこうあるんですけど、そこで、アラブ、なんていうんやろな、7つの州が集まって、アラブという国が形成されてるみたいです。ほんで大体の観光客の人とか日本人の人って、ドバイとアブダビっていうとこしか行かないんですよ。まあ、そこがメインなんで観光の、ほんでまあ大体そこしか行かへんから、そこの情報しかないんですよね。なかなか調べてもそういうなんて出てこへん情報なんで、僕は7つの州全部行こうと思ってます。ほんで結構田舎みたいで何もないらしいですけど、まあちょっと行ってみます。俺もドバイ行こうかな。治安はどうなんやろ。あー、またありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。ドバイね、めちゃめちゃいいですよ。治安もすごいいいです。ほんまにホームレスが全然いいひんからね。ほんでなんか物パクったりも全然ない。なんか日本やったら日常的にパトカーやったり、あと救急車ずっとううって言ってるじゃないですか。全然聞かへん、こっちで。マジで聞かへん。だからそんだけ治安いいんでしょうね。だから日本の方がまだ治安悪いと思いますよ、ドバイよりも。アラブ首長候補、あー分からへん。アラブ首、いや首ちゃうな、アラブ首長候補コ連邦、分からねえ、ごめんなさい、バカだね俺。治安的によるハイカーは怖そう。うん、全然そんなことないです。全然普通に歩けます。ほんでこっち、あ、そう、面白いの、が、あの昨日泊まってたホテルあるじゃないですか。ほんでそこのホテルって別にめちゃめちゃいいわけでもないですけど有名なんですよ。何で有名かって言ったら、ホテルの下にディスコがあるんですよ、クラブが。ほんでそこにみんな集まるみたいです。で僕はまあ今そのコロナも怖いし、なんかもうそんなとこは行かないですけどね。でも有名らしいですね、ホテルの地下じゃないけど、まあ地下、地下とかにあのディスコがあるんですよね。不思議ですよね。アラブで闇風俗ってあったら丸山ゴンザレスさんの世界だな。ほんまですね。まあ確かにあるんやろうけどな。めっちゃライブ楽しみますのでありがとうございます。ビーチに殴られしてる時もライブしてほしい。もちろんします、 YouTube ライブします、ありがとうございます。逆に値上がりさせたりせんかな。いややな、殴られた上に値上がりするってもうわけわからんやん。もう俺も殴るわ、そうなったら。1回いくら？1回ですね、0円です。もう0円でします、フリーで。でも、楽しんでもらった？ If you exciting, so, tip please。うん、楽しんでもらった分のチップをくださいって言います。カジノとかあるんかな。そう、結構ねドバイってお金の匂いする街なんで、カジノとかあるんかなと思うんですけど全然ない。意外っすよね、うん、カジノ一個もないです。ほんでドバイってお金持ちっていう風に日本人思うじゃないですか。まあ、世界的にもお金持ちっていう国やと認識されてると思うんですけど、ドバイの人にお金持ちの国ですよねって言ったら、うんーっていう顔されます。あんま実感ないみたいです。ほんでまあお金持ちなんてほんまに富裕層、もピラミッドのここだけやねんな。ほとんどの人はお金持ってないです、うん、知らん情報やったわ全部が。面白いわ。ドバイにも格闘技ジムとかあるのかな。まあないことはないと思いますけどね。あのドバイってすごい格闘技好きなんですよ。んで、あのなんやろな、ドバイでいろいろ世界的な大会って開かれてるくて、でお金があるからすげえでかい大会開けるんですよね。
ほんで自分の母国にはでも強い人ってあんまいないらしくて、世界からいろいろ強い人を呼んで格闘技を盛り上げてるみたいです。だから格闘技人気はあるけど強い人がおらんらしいねんな。まあそれもね、自分で見た情報じゃないからわからないんで、まあそれも探してみます。一回頭のメガネ外してください。よいしょ、ちょっと伸びてきたかな。ちょっと伸びてるね。まあ明日ぐらい揃うかな。ドバイのコロナの対応とか増え方とかどうなんですか。なんかね、あんまり情報出てこないですね、そんな情報。まあ多分僕がアンテナ張ってないだけかもしれないですけど、そんな出てこないです。あとそうやな、あんま気にしてへんイメージあるな。ドバイってすごい広いんですけど、まあ土地的には広くないですけど、なんやろ、余裕のある建て方をしてるんですよ。だからそんだけ人口密度が上がるとかないんですよね。結構ゆったりみんな歩けるんで、まあ、そんな流行らへんちゃうかな。まあ、流行らしてんのってほんまにそのディスコはもうずっとコロナ中も開けてるみたいなんで、そういうとこで流行ってんちゃうかな。なんで英語ちょっと喋れるん。前昔ちょっと勉強したからそれの名残っすね。あと中学英語ぐらいしか喋れてないんで、まあほんまにあんま上手い英語ではないです。あんま上手いというか、だいぶ間違ってるとは思うんですけど、まあこういう雰囲気で全然伝わるんで、喋れてるように聞こえるだけやと思います。元々のドバイの人って少ない感じですか。これはね、間違いなく少ないね。歩いてても全然合わへん。ドバイの人ってみんな王族の血筋の人しかおらんねん。そうだから、そういう人には出会ってないですね。ほんでそういう人たちに俺も出会いたいなと思っていろいろ情報収集したんですけど、お金持ちの人はあんまり街に出歩かないみたいです。もう家の中でホームパーティーしたり、もう家の中で全て住むから、飯使いとかもいるから、その飯使いっていう言い方は悪いか、なんかお手伝いさんがいはるから、その人たちが買い物にも行くし、あんまり出ないみたいですね。ほんでコミュニティがあるんですよね、その王族の人だから。そんな一般の人と関われへん、なんか関わったらあかんのかなんか分かんないですけど、まあほとんどそのコミュニティ内でしか動かないんで、王族に出会えることってほぼないらしいです。まあ出会えたとしても近づけないらしいですね、そういうお手伝いさんとかいっぱいあるから。海外でバズると登録者数爆裂するとええな。ねえ、そうですね。ほんで僕もこっちに来て王族と知り合うとか、あとメディアの、に注目されるとか思ってたんですけど、メディアも調べた限り聞いた情報なんですけど、結構ね、なんていうんやろ、コンプライアンスというか、なんかそういうのが厳しいらしくて、こいつがどんなやつなんかとか分からへん、信用関係がめちゃめちゃ作らんとあんまメディアは取り上げてくれないみたいですね。急にポットでこっちに来て盛り上がるとかはそんなないかもしれないです。分かんないですけど、もうちょいね、このストリートパフォーマンスできる環境があればガンガンして、バズりたいんですけどね。過去形、現在形、未来形できるんですか。あんまりできないです。あんまできないですけど、まあ、伝わるからなんかもうええかなっては思ってます。大富豪の仲間入りやね、ほんまに人柄でいけるぞ、ありがとうございます。まあちょっとそこで頑張ってみたいですね。それはほんまに誰にも負けへん長所やと思ってるんで。見た目よりうまいよ英語見た目どんだけ下手そうなん俺。元々もドバイの人って人少ない感じですか。あ、これ読んだね。そうそうそう、まあそんな感じかな。ドバイの人ほぼ会わへんし、街とか歩いてて日本人全然出会わへん。なんかさっき歯医者さんに出会ったけどね、歯医者さんしててこっちでなんか会議があるみたいで、世界的ななんかでかい会議があるみたいで、それで来たはったんですけど、そこの会議にも僕しかいないですねってありました。日本人見てないですって。ケンジさん、海外では受け良さそうですね。日本では受け悪いみたいな言うなまあまあまあ、でも海外の方が受けはいいと思いますね多分。ケンジさん、笑顔があればどんな人でも仲良くできそうですね、ありがとうございます。頭のメガネ外してください。いやいや、髪の毛外れへんこれ。
ドバイにも格闘技ジム、あ、呼んでるねこれ、うん、格闘技ジムも行きたいですけどね、ほんまに。よいしょ。まあそろそろちょっとお腹も減ってきたんで食べに行こうかなって思います。うん、いやでもほんまにこの景色はね、やっぱ高いだけあるな、景色がええわ。素晴らしいね。あの見えるかな、この画面上で、あそこにあるハンターハンターに出てくる塔みたいなのあるじゃないですか。あのめちゃめちゃ高い塔が世界一高いやつですね。ここから見ても相当でかい。あ、それとドバイってあの常にめちゃめちゃええ天気なんですよ。昨日も一昨日もすごいいい天気やったと思うんですけど、なんやろな、年に4回ぐらいしか雨降らないらしいです。すごいっすよね。ほんでなんか今年は去年は多かったみたいで10回降ったらしいですけど、だいたい毎年4回、3、4回らしいです、降るの。だから僕が1ヶ月滞在するけど、もしかしたら雨に1回もあの当たらへんかもしんないです。あとなんやろな、どんな知識に入れたっけな、なんか言いたいことあったけどな。うわ珍しい、珍しい、パトカーや、これレア、マジで。あれやあれ、これこの辺、これレアっすよマジで。あんまりね見ないっす、こっちで。へえ、初めて見た。パトカーおるよね、初めて見た。殴られ配信待ってます、ありがとうございます。明日の8時、朝8時にするんで、日本時間で1時から殴られ配信します。まあ、ホテルスタッフとですけど、ドバイの警察もあんな音鳴らすんだよな。まあ確かにね。ほんでもともとこのドバイってイギリス領が占領してたんかな、昔。ほんでその、昨日も言うたと思うんですけど、エレベーターの表示が、1階2階とかではなくて、グランドフロアと1階ってなるんですよ。だから1階のことが、ん ?2 階のことが1階って表示されて、1階がグランドフロアって表示されてるんですよ。それってなんでなんですかって聞いたら、イギリスの昔の名残がそのまま残ってるんですっておっしゃってました。結構知識増えてくね、いいね。ケンジさん、何か現地の食べ物を食べました。それがね、俺パキスタン料理と、あとどこやったかな、なんかどっかの国のやつ食べてんけど、ドバイのね料理は食べれてないんですよね。だからこれから、今から、まあ民衆的じゃなくて庶民的な、レストランに行って、すごく美味しくて安いっていう評判のお店があるらしいんで、そこへ行きたいと思います。あー、イギリスと同じなんだね。そうなんですよ、そうです、そうです。警察車両をランブルギーニって聞いたよ。いや今見たらね、ワゴン車でしたけどね。まあいろいろあるんかもしれないですけどね。ドバイの殴られ屋ホテル、なんやそれ、なんかつなげてもたら変なことなる。殴られ屋ホテルって聞いたらめっちゃ治安悪そうやな。ドバイの殴られ屋ホテルというか、まあこのホテルの屋上でこの見晴らしのまま、見晴らしをバックに殴られ屋します。うん、すごい絵になるよね。物価が高そうですね、ドバイ。全然そんなことないの、めちゃめちゃ安い。あそこに泊まってる船あるでしょ、あの船が向こうの対岸まで続くのにかかる費用、なんと30円らしいです。世界で最も安いと言われてます。めちゃめちゃワクワクする企画ですね。いやほんまにこの絶景をバックに殴られやするからね、最高やな。まあ調子もね全然いいっす。うん、全部避け切ってあります。チロルチョコ3個、おお、まあまあまあそういう計算なんかな。まあうまい棒3つ。メガネヘアの受けはどうですか。やばく受ける。あの普通に歩いてるだけで、うわー You are very good みたいな感じでみんな声かけてくれて、写真撮ろうってなんで、ほんで写真撮り始めたらみんなも、あれなんか有名人なんじゃねみたいな感じでめっちゃ群がってくる。インドみたいな感じだな。今見たら右側通行だったので車も
座席右側なんでしょうね。あー、そうですね。え、日本って右側通行でしたっけ、左側通行でしたっけ、あれどっちだっけ。もうすでにドバイに馴染みすぎて日本を忘れかけてるかもしれん。原油が安いからこそできる原価だな、多分値段だな。あー、なんすかね。ほんでこっちドバイの国やから、もしかしたらティッシュとかも安いかもしれないですね。あんなんて灯油というかあれでね、作られてますから。明日の1時から仕事だ、リアルタイムで見たいな。ね、そうなんすけどね、まあ、ちょっと時間ほんまやったら昼とかにするって言われたんですけど、もし昼とかに殴られやしたら俺がちょっとドバイせっかく来てんのに動ける時間が少なくなるんで、まあ朝起きて殴られやして、ほんでどっか出かけるっていうのをルーティーンにこれからしていきます。これからとかこの3日間やない、この3日間そうします。ケンジさんは右曲がりですか左曲がりですか、誰がチンポジの話声優で、え、チンポジじゃなかったらはず、ツッコミ間違いでなんか下ネタ言うて滑ってるみたいな、めっちゃ一番はずいやつ。日本より人気でそう、間違いなくこっちの方が人気になれるなと、確信してます。だからやっぱりこれから海外でね、活動していこうかなと思います。皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます。モデレーターみたいな人いる、モデレーターなんか違う気もするけど、まあそんな感じやな。もうドバイに安住した方がいいですよもう2日でそんな決めちゃう。まあでも俺一つの場所でゆっくりするの嫌なんすよね。もっともっといろんな、情報を知りたいから、まあまあ1ヶ月3、まあ、3ヶ月とか半年1年ぐらいだったら全然いいっすね。普通に過ごしやすいと思いますしね。あ、元アーです、アーです、ありがとうございます。190いただきました、ありがとうございます。晩飯代にしたいと思います、ありがとうございます。晩飯代、まあ昼飯と晩飯代兼用で食べたいと思います。すいません左側でした。何の話をしてる、道路の話なのかチンポジの話なのか。蛇口ひねったらガソリンです、それはやばいやろ。もう手洗うので、手洗おうと思ったら逆に汚れる。海外で知名度を爆上げして日本に、はいの流れですね。そうですね、そうしたいですね。日本はガソリン高騰がやばいで、そうなんすか。今日本何本ぐらいですかね。あ、そうや、というかガソリンスタンドも見てへんな。まあ行く場所がちょっとあれだから見えてへんのかもしれんな。今日ちょっとまた違う場所を散策して、もしあれやったらドバイのそのガソリン情報をちょっと発信したいと思います。水とか高そうでしょ、思うでしょ、めっちゃ安いから日本より安いです。だいたいペットボトル、そうやな、はい、このペットボトル、まあホテルに置いてあるやつなんですけど、こういうペットボトル、普通のペットボトルでだいたい30円から60円ぐらいですね。全然安いでしょ、高くて60円、ほんで安いやつやったら30円以下であります。凱旋帰国ですね、ありがとうございます、助かります。うちの地元はリッター172円です。高っ！え、そんなかったんすか？高っ！一時期僕が高校生ぐらいかなの時100円切ってましたけどね。高なったな。水道水飲めますか？水道水は絶対に飲んだらダメです。あれ、これ言ってへんかったっけな？ここのホテル大丈夫かな？なんか蛇口出した時に久々に夏休みが終わって学校行って蛇口出したらめちゃめちゃ緑色とか茶色っぽい水出ることあるやん、あんな感じで出る時あります。だから飲んだら絶対ダメです。昨日ちょっと一回お風呂溜めてみましょうか、それで見ます。昨日お風呂溜めたんですけど、ほんまにあれやで、めちゃめちゃ濁ってた。あ、でもここは綺麗です、このホテル。このホテル全然綺麗。全然綺麗。まあ、場所によってあれなのかな、わからへんけど。でも、まあ、飲む水は絶対やめた方がいいですね、水道水。トイレのシャワーの水飲めますか？飲めるかい。日本でも飲めへんわ。
地元の三重ですがまだ安めですよ。都心などはもっと、破格地、はあ、破格、おっす、お疲れ様です、おっす、お疲れ様です。全部30円と60円。ほんまやね、言うたらに日本の2キュッパ3キュッパみたいな、そんな感じなんかな、知らんけど、安っね、安いっすね。凱旋帰国と読みます、すみませんでした、すみません、ありがとうございます、ごめんなさい。皆さんこれから難しい漢字を使わないようにお願いします。1ヶ月行ったら髪伸びるとは思いますが、バリカンは持ってきてますか？もちろんです、もちろん持ってきてます。多分月、一月いるんで5回ぐらい剃らなあかんちゃうかな。ほんで今まあこんな感じなんですけど、明日の朝殴られやする前に剃ろうかなと思います。アメリカ以外にも、今後行きたい国はありますか？うん、全部行きたいですね、もう、うん、全部行きたい、全て行きたいですね。で、まあ今はコロナワクチン、まあ、ワクチンパスポートっていうのが必要になるんですけど、まあそれなかったら今どこの海外も行けないようになってます。日本とか結構水際対策、しっかりしてるくて、水際じゃないな、もう水際対策っていうのは最初の方に、対策するのを水際対策っていうらしいんですけど、まあ今は対策遅いですけどしてますね。まあ、どんな対策っていうと、海外から受け付けへんっていう対策をしてるみたいです。ワクチンパスポートあってももしかしたら無理ちゃうかな、分からへんけど、確かそんな感じだったと思います。でもこのワクチンパスポートとか、まあ、いずれなくなるんでしょうけど、なくなったらもう行ける国は片っ端から行きます。世界中で殴られやします。まあ僕殴られやすのもあと3年ぐらいかなとは思ってるんですけどね。服装が石油王の親族みたいな雰囲気かも醸し出してますね。そういえばそうはねんな、結構ね、まあこれ民族衣装で買ってんけど、最初1万3、4000円みたいなことをふっかけられて、俺が高いっつって、ほんで高いっつってねぎってしたら3000円まで値切ることできました。はい、ほんでこの格好してたらみんながいいねいいねってくれて、めっちゃ似合ってるってくれて、あ、ナイスパー、ありがとうございます。またありがとうございます。なんかケンジかわいい、好き、ありがとうございます、ミートゥー。何の話だっけな、スパもらって嬉しすぎて忘れてもうた、何やったっけな、あれ何の話をしたのかな、何やったっけな、うわー片手で全然開けられへんやんけこれ。おし、コメント読んでいきます。どこまで読んだかな、あ、そうそう、服装、この服装で街出たらいいねいいねって言われんねんけど、多分やけど俺あれやと思うんだ、この衣装してる人って宗教のなんかそういうイベントの時、まあ正装なんですよね、こっちの、まあ言うたら日本で言うスーツ、黒のスーツみたいな感じだと思います。正装なんで、なんかのイベントがある時にみんなが多分この服装をするんですけど、日常からこの服装をしてるから、あ、もうすぐ観光客だなってわかるじゃないですか。王族とかはもう基本この衣装やと思うんやけど、うん、ほんでまあこれで歩いてたらめっちゃ見られる。多分京都の着物レンタルとかあるじゃないですか、多分そんな感じで見られるんちゃうかな、見られてんのかな。ケンジさん、その鏡アメニティです、お持ち帰りして大丈夫です。カバン入らへんな、もうちょいちっちゃかったらね持って帰るんですけどね。ドバイって NHK テレビで見れますか？ああ、どうなの、テレビね僕一回も見てないんですよね、ちょっと初めて今つけます。あれ？テレビ？わあ、ついたついた。あれ消えた。あ、ついた。はい、テレビこんな感じですね。これ BBC。
え？いっちゃんねる。びっくりした。ウド鈴木さんかと思った。あ、全然似てへんなよ、みたいな。でもなんかめちゃめちゃ電波悪ない？これ。うわ、またスパありがとうございます。嬉しい。キッポさん、ありがとうございます。いただきます。昨日ライブ楽しかったので、今日一日ケンジさんを思い出しながら楽しくお仕事できました。ありがとうございます。めちゃめちゃいいコメントくださる。ありがとうございます。逆に500円あげたいぐらい。ありがとうございます。いただきます。あれ、でもこういう風に見てたらチャンネルめっちゃ少ないかもしれない、もしかしたら。それとも地デジとかなんかそんな感じのことなのかな。でも全然ないな。ないですわ。こんなチャンネル数少ないんや。あ、映った映った映った。これ6ちゃんやろ。あ、5か。なるほどね。今触った感じ2チャンネルしかないです。少な。はい、消します。へえ、そんな少ないんや。知らんかった。まあ、結構日本って多いんやな、そう思うと。チャンネル数衛星はあると思うよ。あー、そうなんすかね。なるほど。あ、アレックスさん、ありがとうございます。賢い人来た。難しい漢字をひらがなで訳してくれる人がいて草。ほんまに、ほんまにな。信塾さんみたいにドバイ DFMGI の株について現地から情報をください。頭にサングラスをかけておられるし。うわ、全然わからへんな、そんな感じ。多分俺がなんかもしそれを見て伝えたとしてもめちゃめちゃ浅い情報になると思います。少林寺格闘技、少林寺格闘技、少林寺格闘技。ドバイに来て少林寺。少林寺ないんちゃうかな、こっち知らんけど。これは王族だと思われるパターンですね。いや、思われへんやろ。どう見てもちゃうやん、人種が。チキンラーメン食おう。チキンラーメン食いてー。食いたなるからそういうの言うのやめてー。てか、ライス食いてーな、そろそろ。ラーメン食いてー。でもラーメンないやろな、とか、美味しないやろな。ドバイ物価安いのが超意外、ガチで行く。いや、ほんまに。今片道エミネーツ航空取って、片道5万円で来れます。往復10万円です。ほんでコロナでみんな全然観光しないからガラガラなんですよ、席が。だから普通に横になって寝れます。僕はですね、こっち来るまでに横になって寝てました。ほんでもう誰もおらんから、そんな風にしてても何も言われないです。とか、むしろそのキャビンアテンダントさんが普通に寝転がっていいですよとか言ってくれる。普通はね、考えられないですよね。室内天井と壁の色がイスラムっぽいですね、緑と黄色。ああ、そうなんすかね。俺ちょっと色覚異常なんでね、わけわかんないですよね。今日殴られ屋してたんですか。僕ね、今日は殴られ屋ねちょっとできひんかったんですよね。時間が時間で、ほんでここからなんとビーチまでの距離が結構あって、昨日万博行ったじゃないですか、その辺っすね。なんで1時間ぐらいかかります。蓄積網膜剥離、ありがとうございます。なんでちょっと難しい言葉を。とか、もうここからやったらもう字ごちゃごちゃってなって全然見えへん。早く見たいなね、やりたいっすね。ほんでなんかすげえ、なんやろ、試されてる気がする。殴られ屋、まあ殴られ屋ってこっちで言ったら、まあ英語で言ったら Put me in the face、 Put me in the face っていうらしいんですけど、っていう風に紹介したら大体 I see、 wow みたいな感じで言われて、え、でも実際どのぐらい強いのみたいな、めっちゃ言われますね。で、まあ動画見せたら wow you are なんかスーパーマンみたいなことを言われます。やっぱ世界的に見ても全然この避ける技術はまあまあうまいんちゃうかなと思います。
内臓にダメージ蓄積しそうです。しょ自分は網膜剥離して身を引いた身分です。学生時代の学生でそんなのあったんですか。やば、大変っすね。内臓にダメージ蓄積するんですね。うわ怖いな、ちょっと気をつけます。ねぎる力エグすぎてまあ確かにね、ねぎったな。あとタクシーとかもねぎらなあかん。あの最初めっちゃふっかけられます。だいたい半分ぐらい何でもねぎれると思いますね。まあ俺3分の1ぐらいねぎるんで、3分の1じゃん、3分の2ねぎるんで、向こうもはーみたいななりますね。ケンジ君の話を通してドバイ行ってみたいと思ったわ。ありがとう。おーよかったです。ケンジさんとスパーリングしたい。もう俺弱いで、弱いで、もういじめんといてでも全然普通に遊びとかやったらしたいっすね。マスぐらいがいいな。でも、難しい感じの時リアクションが面白いです。いやほんまね、全然読めへんからな、やばいよね。でほんまに携帯使うようになってから、文字書かへんようになるやん。だからマジで忘れるな。早く殴られやみたいです。そうですよね。明日の日本時間で1時にお見せします。ドバイはマーシャルアーツは盛んですよ。マーシャルアーツって何でしたっけ。聞いたことあるけどちょっと分かんないですね。ラーメンあるといいですね。ですね。ちょっとラーメンあったら行ってみたいですね。ケンジありがとうございます。テリヤキマックタクを、ツナマヨおにぎりくを、たこ焼きくを。うわー、あえて言うやん。めちゃめちゃ腹減るやん、やばいって。あ、そう、ほんでこのちょうどホテルの裏側にあのマクドあるみたいです。だからちょっとマクドもね行って、ドバイ限定のマクドナルドのメニューがあるらしいんで、それも食べてみようと思います。あと何やったっけな。そう、このホテルの近くにあの換金所がある。換金所じゃないな、エクスチェンジ。エクスチェンジって英語でなんて言うんやろ。あ、英語ちゃうわ、日本語でなんて言うんやろ。まさかの逆パターンが発生してるけど、まあ、エクスチェンジの場所があるくて、空港とかで僕15万円換金したの、換金ちゃうか、交換したんですけど、まあ、どこ行っても、同じぐらい、そんな大差ないから、どこでもいいよみたいな情報を、まあ、インターネット上とかあと話聞いたら言われるんですけど、あの全然そんなことなくて、ここ一番安いです。全然ちゃうっす。ネットの情報嘘です。ほんまに自分の目でいろいろ確かめたりしてると、嘘の情報ってこんな多いんやってめちゃめちゃ思いますね。しかもその嘘の情報をテレビを通してインターネットを通して言うてるから、ちょっと立ち悪いっすよね。みんなやっぱそれがほんまやと思ってまうもんな。だからコロナの情報とかも何がほんまかマジで分かんないっすよ。今夜の晩ご飯はマグロ山かけ丼豚汁でした。めちゃめちゃええやん、めちゃめちゃええやん、いいな。やっぱ日本食がね、なんやかんや一番うまいわ多分、知らんけど。ずっとホテルですか。いやちゃうね、ちょっとみんながねコメントいっぱいしてくれるから、ちょっと楽しいなって思って全然出れないっす。あと部屋がちょっと快適すぎて、だから高級なホテル泊まってんのにもかかわらず外に出たらなんかもったいないんちゃうかなって思ってまう。嘘、思わへんすぐ出る。牛丼食べたい。うーわ、すぐ言う、すぐ言う、めっちゃ食べたい。バギーみたいね。バギーちょっと、後で予約します。多分ね3万円ぐらいで乗れると思うんで、3万円やったら乗れるっすね。一番安いやつで何倍やったかな、6000円ぐらいかな、6000ぐらい。高いやつで5万6万します。何が違うのかって言ったら、そんな大差ないっす。時間1時間、ほんでマシーンほぼ一緒。ただ単に宣伝というか、宣伝の仕方で、そんだけやっぱ付加価値がついて高なってるんでしょうね。実際のところ一緒です。日本からラーメンは持っていかないと。あー、そうやね。でもホテルのそのマネージャーさんが気を利かして、こんなん置いといてくれはってん。きつねうどん嬉しいよね。海外行くときは必需品だと思う。本当に恋しくなるもんね。ほんまっすね。特に1ヶ月もいたらな。 Try to hit me in the face。 あー、 Try to ってつけた方がいいんですか。そうか、チャレンジみたいな。なるほどなるほど、ありがとうございます。ちょっとスクショしておきます。スクショしよう、あれ消えてもうた、ごめんなさい。スクショしようと思ったら全然ちゃうボタン押して消えました。あ、これだね。
はい、スクショ完了、ありがとうございます。そんなに空港、うん、航空券安いのですか？たまたまじゃなくて、うん、たまたまじゃなくて、ずっと安いです。コロナ、2年半前にコロナ流行ってきたんですけど、もうその頃からお客さんがどんどんとか一気に少なくなって、それが今も現在も、続いてるんですよね。だから常にもう安い状態が、続いてます。だからやっぱ航空会社そら潰れるわなっていうのを実際見て思いましたね。逆に潰れへん方がおかしいぐらい、もうマジで空港とかも誰もおらんからね。ケンジスーパーマン、センキュー。ドバイからサングラス個人輸入したことありますよ。すごっ。なぜドバイやったんですか？ドバイの製品なんかいいんですかね？ちょっとわかんないですけど。あ、ドバイ、そうなの、安いからなんかな？何本ぐらいなんやろ。カップヌードル持っていくといいですね。へえ、やっぱそうなんすね。カップヌードル最近値上げ発表されました。あ、そうですか。なるほど。どんどんやっぱ値上げになっていってますね。すべてコメント拾ってくれるケンジさん、人柄が出てますね。ありがとうございます。まあほんまに今見てくださってるのってすごいコアなファンの方々やと思うんですよ。うん、いやもうこれからもよろしくお願いします。ありがとうございます。殴られ合って書いてあるケンジさんのサイン入りダンボール欲しいいる全然あげるけど。お釣り何の会話やったっけ。お釣り、ドバイバーガー見たい。そうですね、まあ今日か明日かちょっと買いたいと思います。両替、あ、両替でいいんや。ありがとうございます。両替所、あ、ありがとうございます。マクド関西人や。あー、そっか、関東の人マックやもんね。エクスチェンジ両替、あー、ありがとうございます。ケンジさん旅慣れしてますね。そうですね、日本でやっぱヒッチハイクとかしてたから、なんか、うん、どこでも生きていけますね。あと、なんやろな、無人島サバイバル生活もしてるから、もう全然なんか人いるだけで全然ええわと思って、なんか間違った英語でもええから、とりあえず自分の気持ちを伝えようと思うので必死っすね。あと今を楽しむことやな。うん、何でもやっぱり楽しむとそんだけ成功する確率も上がります。これももう普通の日常でもそうやし、仕事もそうです。ドバイのマクドの値段知りたい。物価も推定できる、推測できる。あー、そうですね、どうなんですかね、ドバイのマクドの値段。まあ僕が、聞いた情報なんですけども、日本でまあ500円、600円、まあ600円ぐらいだとしたら、こっちで900円、1000円って言われたんですよね。ほんまかな、ちょっと分かんないんで、それも見てきます。結構聞いてた情報嘘多いっす。カップラーメン売ってるってことやん。何の情報やったっけ。もう俺ね、もうほんまにね、脳鳩なんすよ。鳩ぐらいの脳みそしか多分ないんすよ。だから一個聞いたらもうそれでもうギュンってなってもうて、他のこと見えへんようになって、もう一個の情報入ってきたら、さっきの一個ピョーンってもうロケット鉛筆方式で出てきます。勉強できひんけど頭は悪くないと思う勉強できひんけど、よう知ってはんな。そうなんすよね、勉強マジでできへんけど頭は悪くないと思う。ありがとうございます。髪型のことかな、うん、ハイセンス。月給いくらですか。ですね、ドバイの月給が、5万から10万って聞きました。はい、そうだ、ヒットミーだわ。イエース。コメ欄親切すぎて涙出そう。出ないけど出えへんのかい。別に書かんでよかったやんドバイでラーメンありました。マジっすか、食べに行こうかな。それもありっすね、1ヶ月もいるから食べようかな。ケンジさん、ノブ塾ノブさんから今見てます。ありがとうございます。コメントから来ました。ありがとうございます。コラボ企画のおかげで、日々ライブを楽しめてます。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。今だから多分もう3時ぐらいなんかな、分からへんけど、うん、1時間してるから3時過ぎぐらいかな。3時過ぎぐらいから日本時間で8時ぐらいですね。なるほど、ありがとうございます。関空ガラガラやったもんな、ほんまにびっくりですよね、あんな関空。めちゃめちゃファンです、パンチしたい。いやー、ありがとうございます。そう、俺多分ほんまに不思議な感覚なんやけど、うわー、めちゃめちゃファンです、殴りたいですって言われるね。ん？ってならへん。めちゃめちゃファンやのに殴りたい、みたいな特殊よね。
ワクチンパスポートがいらないドバイは最高やね、間違いないですね。あと今いらない国が聞いた情報で、ちょっとこれも正確な情報か分かんないんですけど、ウクライナとメキシコはいらないらしいです。ちょっと分かんないんで調べたいと思うんですけど、前までね、ハワイとかも結構緩かったんですよね、うん、ワクチンパスポートなくても行けるよってなってたんですけど、今は多分ワクチンパスポートいんのかな。ほんで日本が、こんだけ、オミクロン増えたじゃないですか。それで世界も危険視して日本入れてくれなくなりましたね、結構。うん、生き抜く力が半端じゃない、これからの世界を生き抜く力間違いなくあります。もう誰にも負ける気にしないです。ケンジさんのミニキャラができるといいですね。ねえ、ほんまですね。いずれ、まあこのいずれというか、多分じゃないな、絶対有名になるんで、世界的に。だから僕の映画とかも作られるんちゃうかなと思ってます。ほんで日本で無一文ヒッチハイクの旅してたんですけど、それが全部終わったら本書こうと思ったんですよ。面白い経験いっぱいあったんで。普通の人でが旅してて絶対に出会えへん経験って僕いっぱいしてるんですよ。だから本書こうと思ったんですけど、コロナが入ってきて途中で中断したんですよね。だから中途半端な旅やのにもかかわらず本書きたないなと思って本書くのやめたんですよ。ほんで日本一周その時してる時に、いろんな有名な出版社さんからも3社ぐらいオファーあって、うちで作ってくださいみたいないただきましたね。だから世界で僕が知名度ついたら、次こそは本書きたいですね。YouTube マスコットキャラにいいですね。それを皮切りにステッカーも飯もいた、販売やな。お腹減りすぎてもう販売の班を飯って呼んでも、販売しちゃいましょう。まあいいっすね、したいっすね。今を楽しむこと、いただきました、心に刻みます。いやもうほんまに刻んでください。いやもう人生楽しみましょう。日本は先進国で一番デフレやから、マクド1000円ならなるほど。そうですね、まあなるほどっていうぐらいの金額ですね。かき氷的なものは売ってるんですか。あー、暑いからかき氷的なもんいいなって思うんすけど、売ってないですね、今のところ見てないです。ソフトクリーム屋さんは何個か見ました。あと、こっちの方ってお酒飲めない国じゃないですか、まあ、宗教上飲んだらダメなんですよ。ほんで観光客の人とかは全然飲んでいいんですけど、うん、ほんで、何言おうとしたっけなそうほんでバーとかがマジで全然なくて、喫茶店がめちゃめちゃ多い。こっちもうどこ行ってもコーヒーって書いてる。ほんでそのコーヒーの喫茶店に、C 社が置かれてます。こっちの人ね、 C 社めっちゃ好きです。6,000円ぐらいですかね。何の話でしたでしょうか、すいません。インドにはチキンマハラジャバーガーっていうのがありました。へえ、そんなんあるんですね、ちょっと食べたいな。ドバイは何バーガーがあるか楽しみですね。そうですね、メキシコ興味あるね、めっちゃいいっすよね。メキシコはね、メキシカンマフィア、まあ向こうって麻薬戦争の国なんですよね。麻薬が結構盛んで、マリファナの国なんですけど、それでなんか結構治安荒れてますね、向こうは。まあマリファナで、なんやろ、治安荒れてるというより、多分教育の発展が遅いんかなとは思いますね。まあそれも日本のテレビとかインターネットで見てる情報やから、ほんまかどうか分かんないですけどね。いつか漫画でケンジさんモチーフのキャラとか出てきそうですね。ナグラリアイコールケンジみたい、いいっすね。バキとかに取り上げてほしいな。よしラーメンあるといいです。やめてくれ、よしラーメン俺が一番好きなラーメンやないかい、やめてくれ。うわ、腹減ってきたマジで。アレルギーがあるという医師の証明があればアメリカに入国ができると聞いたんですが、どうなんですかね。僕もワクチンパスポート、まあなんか誰かに頼んで作ってもらおうかなみたいなとか思ったり、あと何やったっけな、そういう風にアレルギーの証明、適当に書いてもらって、医者の人に、ほんでやってもらおうかなと思ったんですけど、結構ね、捕まってる人も出てるみたいです。そういう感じにして、やっぱり海外旅行行く人もいるんで、捕まったりも結構してるみたいです。ステッカーができたら買います、ありがとうございます。車に貼って応援します。一応ですね、ステッカーあるんですけど、
今はちょっと販売とかはしてなくて、はい、またねでもします。ありがとうございます。ステッカー欲しいですね。ケンジさんの、販売待ってます。ありがとうございます。腹減った腹減った。あ、そうや、思い出した。俺ね、充電がないから充電しながらしてから、食べに行こうと思ってて、でも充電すんのを忘れてずっと配信してるからどんどん充電なくなってるからまた食べに行けへん。よし、朝昼晩兼用にしよう。ご飯ちょっと痩せたかな、どうやろ。いや見えへんな、分からへんな、見た感じそんな痩せてへんな。あとそう言おうと思ったんけど、さっき雨、こっちの国は雨が全然降らないって言ったじゃないですか。1年に 3,4 回しか雨降らないんですけど、平均的に多くて、去年は多くて10回だったらしいです。でもだから今回1ヶ月ドバイにいるんですけど、もしかしたら全部雨に合わへん可能性があるらしいです。ほんでこの景色すごいいいなと思って写真撮ってたんですけど、そのホテルの人が、いや今日は珍しいいい絵撮れてるよって言われたんですよ。ほんでなんでなんですかって聞いたら、この雲、今ちょっと雲見えるじゃないですか。ほんでドバイってこういう雲もなかなか出ないみたいです。もうほんまに、快晴がほとんどらしいです。だから雲こういう風に散らばってるの珍しいらしいですよ。はい、頬が少しこけたかも。ほんま嬉しい。うわー逆光で見えねー。赤いキツネ食べてよだれ垂らしながら見ときます。いや赤いツネもキツネも食いたいけど、せっかくやっぱりこっちに来てるんやから、ちょっとドバイのもこっちの、こっちを楽しみたいと思います。はい、ほんで、僕これから、アラブ諸国にある、諸国ちゃうな、アラブ連邦にある、州をいろいろ旅していくんですけども、こっちの方には州が7つあるんですよね。ほんでその州ごと行くごとにやっぱ田舎とかも出てくるんで、コンビニエンスストアももちろんないし、スーパーマーケットももしかしたらないかもしれん。ではその時のためにちょっときつねうどん、キープしておきます。はい、よし、言うなて言うなて。腹減ったなマジで。まあこんな感じや。こんな感じです。というかほんまこういうのは飛んの怖いわ。なんか落としてまいそうでさ、超なんかうーってなる。はい、とかもう1時間10分もライブ配信してるんですね。だげー、うーわまた忘れてた、充電せなあかんねや。やばい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 、充電切れる切れる切れる。うわ痛っ。なんかそう今着てるこれあるじゃないですか、これ。あごめん、こうこれ。ほんでこれって足この辺までしか開かないんですよ。ほんでなんか、あなたキックボクサーなの元みたいな話を外国の方としてて、そうなんです。ほんで今try to hit me in the face っていう風に言うてるんですけど、それを言うたら、あじゃあちょっとシャドウしてみてほしいとか言われるんですよね。でシャドウしてパンパンパンってしてハイキック蹴ろうと思ったら、ここまでしか伸びひんから普通にこうなってバターンこけたんですよ。めちゃめちゃ恥ずかったなあれは。忘れん坊やな。そうなんすよ、もう記憶力鳩です。いや鳩に失礼かもしれんな、マジで。1個したら1個忘れる。よいしょ、はい充電できました。じゃあ充電できました。今充電中です。ちょっと充電できたらほんまに食べに行こうと思います。ほんでまあ食べに行って、その店着いたらもう一回ライブ配信して、こんなメニューがあってこういう料金表になってます、こんな料理が出てきました、どんな味ですっていうのをリポートしていきたいと思います。はい、自分が行けない場所をケンジさんのおかげで一緒に楽しんでるみたいな疑似体験ができて楽しそうです。ありがとうございます。いやそう言ってもらえて嬉しい。なんか生配信のいいところよね、こういうのは。でも生配信のやっぱデメリットって、あこいつ喋り下手やなとか、あと要点を簡潔に伝えきれへん、そういうのがあったりするから、やっぱそういう面ではデメリットっすよね。お
風呂上がったらまた見ますね。お願いします。ありがとうございます。熱海に似てるかも。そうなんすか。熱海ってこんな綺麗なんすか。熱海僕行ったことないかもしれんな、もしかしたら。昨日のミートボールエッグから食べてないんですか。そうですね、ミートエッグボールから食べてないですね。あれ食べたんがちょうど24時間前か、それぐらいっすよね。はい、あれから食べてないです。ちょっとね、なんやろ、楽しみすぎて、こっちの環境を楽しみすぎて食べるの忘れてまうんすよね。どんだけ物忘れ激しいね自分で言ってて思ったわ。食べることを忘れ始めたらもう生命的に終わりよ。生物として終わりよな、もうそうなってきたらうわめっちゃいいえ、 BS の旅番組みたいね。そうほんまに、すごく楽しみな旅ですね。ライブ配信ワクワクしますね。そうですね。ほんでまたね、こっちの方で、あ、そうや、ヒッチハイクしようと思ってたんですけども、結構ドバイのその州いろいろ渡るのに300円かなんか500円かな、なんかそれぐらいで行けるらしいんですよ。ちゃうか、300円ぐらいか、でもそれぐらいで行けるらしいんで、もう時間ももったいないんで、うん、普通にそれはバスで、行きたいなと思います。あとこっちの日常、どんな風にここで暮らしたらどんな感じなのかなっていうのを知りたいんで、まあ地下鉄とかそういう鉄道とかも乗ってみたいですね。こっちの人たちが日常的に暮らしてる、感じを僕も、うん、体験してみたいですね。殴られ屋3日終わった、あとはヒッチハイクですか。ですね、どうしよう、殴られ屋3日します。ほんで、明日1人戦っ、やちゃう、明日1人戦って、明後日1人戦って、しあさって1人戦うっていう感じらしいんですけど、そうですね、その後明日はですね、もし、あ、そう、予約すんの忘れてた、そう、バギー乗りたいなと思って、砂漠でバギーブーンつって乗るんですけど、明日できたら予約したいですね。うん、あとバギー乗んのと、まあ世界一高いタワー登んのもそうやし、あと何やったっけな、何しようかな、まあ、とりあえずこっちでホストちゃんをホームレスはできないんで、うん、まあまた殴られ屋するか、まあ殴られ屋、そうやな、平日って人少ないんですよ。日曜日、土日が、人多いらしくて、こっちは土日が、休みみたいです。はい、金曜日は12時ぐらいで仕事が、昼の12時ぐらいで仕事が終わって、そこからみんな休みらしいんで、人が陽気で出はるみたいです。外出しはるので、まあ、土曜日を、一番多い土曜日を狙って殴られはしていこうかなと思います。はい、それぐらいかな。あと何かあったっけな、ドバイ、ドバイ、あ、そう、あの宗教的なとこも見ていきたいですね。イスラム教で、建物とかもすごい城で、なんか建物こんな栗みたいななってるじゃないですか、ああいうとことかも見に行きます。まあ今日は、ご飯食べて、ほんで街ちょっとぶらり散策して、っていう感じになるかな。ほんでなんか出会う人、出会う人みんな仲良くなってくるんですよ。出会って、今何してるのとかなんか聞いたりして、あ、今からどこどこ行くね、あ、ほな俺もついてっていいとか、今からどこどこ行くけど、お前も一緒に行こうやみたいな感じで誘ってくれるんですよね、みんな。だからちょっと予定立てずに、そういう風に、なんやろな、流れに身を任せてちょっと楽しんでいきたいなと思ってます。忘れん坊やな、ほんまにね、めちゃめちゃ忘れん坊よな。もうひどいよね。昔寝る時間がもったなさすぎて、1日3時間睡眠してたんですよ。よく寝て3時間、ほんでもう寝へんかったら1時間とか3日寝へん日もあったんですけど、まあ、そういう風に寝へんのを続けてたら、やっぱり脳には良くないみたいで、忘れん坊になるみたいです。はい、記憶能力が低下するらしいです。それは永久的にね。そうだから、多分そこで記憶能力がちょっと低くなったんかもしれんなと僕は思ってます。だってなんかほんま寝る時間もったいないと思わへん。なんかこの自分が寝てる間に誰か頑張ってるやつがいんねんで、トレーニングでもそう、トレーニング、自分が怠けてるうちにトレーニングしてるやつがおったら絶対そいつは強いもん、頑張ってるやつの方が。
だからこう寝てる間に地球裏側のやつが頑張ってたらやばい俺こんなことしてられへん頑張らなと思って睡眠時間どんどん削ってたんですよね。でもやっぱり睡眠は大事っす。はい、経験して思いました。7時間そういう感じの睡眠でいきましょう。自分が行けない場所をケンジさんのおかげで一緒に楽しんでるみたいな疑似体験ができそうです。ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱそう言ってもらえて嬉しいですね。記憶力悪いのパンチドランカじゃないよ、もともとです。うん、正解正解、その通りです。あの昔からやね、ほんまに。何やったっけな、学校行くのにもうリュック持ってくの忘れるとか普通にあった、普通にあったな。何しに行ってんねんって話なんやけど、怠けてるとかそんなんじゃなく普通にしてたな。あとなんか俺若干ね惜しいとこがあって、もうちょいこれ行けたらこうやったのにみたいな結構多いんですよ。例えば僕結構高校いい学校入学しようと思って試験受けてたんですよ。でめっちゃ勉強して、めちゃめちゃ頭のいい学校に入ろうと思って、でそれでまあいざテストの時に丸×問題が結構多くて、ほんで丸×丸×丸×してたんですけど、全て何を勘違いしたのか真逆を書いてたんですよね。真逆で丸×丸×してて0点に近い点数でしたね。うん、だから高校落ちました。いやあれはびっくりしたな。あれ逆にしてたら受かっててんけどな多分。そういうの間抜けやねんな。でも周りを見たらあれ俺って意外と間抜けじゃないんかもしれんと思うくて、その次受けた学校がめちゃめちゃアホ校なんですよ。もう名前書いたら入れますよみたいな、ずっと定員割れしててすぐ入れる学校なんですよ。ほんで僕の友達アホおったんで、あーお前も一緒に行こうやつって、おー行こう行こうってなって受験したんですよ。ほな入学式の時にそいつがいないんですよね。ほんであれあいつちょ風邪でも引いたんかなと思って連絡したら落ちたっつってて、その名前書いたら受かれる学校やのになんで落ちたんって言ったら、名前書き忘れたって言うんですよ。アホやなぁ思って、だからなんか俺結構大丈夫なんかもしれんと思ったな、それ見て。あーやばい、喋りすぎて全然やめてへん。なんでタバコを写しはいけないんですか。なんでなんですかね、あんまわかんないですね。なんでわかんねやろな。そら腹減るわね。そっか、24時間食べてんのか。ケンジさんの喋り最高ですよ。面白さ、間違えた。優しさと面白さ満点です。ありがとうございます。いやちょっと喋り下手ですけどごめんなさい。飲みすぎだもん。そうはねんな、同意、激しく同意。俺もそうはねんな。やっぱ酒も影響してんのかな、知らんけど。バギーも忘れた。いやほんまにひどいよね、ほんまにひどい。だってこのホテルトンヌとかでも当日予約っすもん。これあやばい忘れてたと思って、ほんで日本からドバイ来た時も忘れてたと思って航空、飛行機内でこれ撮りましたもんね、ホテル。めちゃめちゃ物忘れ激しいねんな。なんかそうやな、あそやこれこうやと思った時にやらへんとマジで忘れるから、だから俺即行動してます。なんでも、いや嘘撤回、バギーとかしてへんな。やべえ、そうバギーをせなあかんなと思ってしようと思ってて、こういう風にしてる時になんか電話かかってき、電話ちゃうな、メールが来たりなんかそういうなんで、ほんでメールに返信したらもう忘れてますね。はい、バンジーマジで無理です。マジで無理、マジで無理、マジで無理やな。一回ちょっと100万もらったらいけるかなとか考えたけど、いや無理やな、100万でも無理かもしれんな。いや普通に俺死ぬんちゃうかなマジで。もうほんまにね、高所恐怖症というか、まあ、バンジーとか、あとなんやろな、まあ、生き物で雲とかはほんまに無理やな。あとビビりやしね俺、めっちゃすぐびっくりすんねんな。そう俺ビビり具合、なんかようテレビでロンドンハーツかななんかで見てたらさ、あのビビり1グランプリとかあるじゃないですか。あれで芸人さんがうわーとか言ってて、ほんでなんかそのコメント欄というかそのあれで荒れるんですよね。いやいや大げさやわ、絶対これ演技してるわって言うんですけど、俺多分それ以上にビビりなんですよマジで。なるな、
ドッキリかける側、僕が例えばこの角っこ、道の角っこのとこで誰かが来て脅かします、うわーって言って脅かすじゃないですか。ほんで自分のそううわーって驚かす側やのにもかかわらず、自分のうわーって言った声に、自分の出した大きな声に自分でびっくりするんですよ。だからうわうわーみたいな、いやマジでマジでマジで、ほんでうわーって言ってびっくりさせて、向こうがビクってなるじゃないですか、ビクうわびっくりしたみたいな、その声とかにもびっくりしたり、向こうの行動がビクンってなるのを見て俺もビクンってなるんですよ。だからなんかドッキリか、ドッキリちゃうな、この脅かそうとしてんのにもかかわらず、なんか2人とも驚くっていう変な感じになるんですよね。だからそういうのあんま脅かすの成功したことあんまないかもしれんな。ノリでインド人の方を楽しく飲んでいけるケンジさんが想像できる。いやマジでね、昨日もインド人の方と飲んでたんですけど、すぐ仲良くなりましたね。すぐ仲良くなって、ほんでお酒もごちそうしてもらって、多分賃金的にそんなね高くもらってる人たちじゃないとは思うんですけど、まあまあいいよいいよみたいな感じで。あとそうやな、あと自分と同い年のパキスタンやったかな、うん、パキスタンかな、そっちの人と出会って、その人もあのご飯をごちそうしてくれたりしましたね。まあでも俺逆でもするけどな、なんかもし誰か旅人がいたらなんか、うん、まあ人にもよるけどね、人にもよるけど、うん、なんか手助けしたいなって思うよね。ホテルで一番いい部屋、イエス。いやこれはですね、2番目3番目ぐらいのランクですかね。あのさっき一番あのいい部屋スイートルームを見せてもらったんですけど、それはなんか、うーん、なんやろな、うわー海外やなーみたいな、このベッド海外やわって思うような作りしました。またそれもね、あの動画内でお見せします。このスイートルームを写す許可降りたんで、多分ね明日、こっちで8時日本時間で1時に、まあ、殴られ屋するんですけど、もしかしたら殴られ屋終わった後にスイートルームを見せてもらえるかもしれないんで、ちょっと頼み込みます。多分見せてもらえるんで、ちょっと楽しみにしといてください。はーい、めちゃめちゃ噛むな、腹減ったな、マジで腹減ったな。認知症やん、いやほんまやで、ほんまにアルツハイマー若年性でも、聞いたらおかんもそうやったみたいです。おかんも俺より物忘れ激しいんですよ。あの一緒に買い物行くじゃないですか、ほんで一緒に買い物行って荷物を持ってあげてたりするんですね。ちょっとトイレ行ってくるから荷物持っといてって持ってるじゃないですか。ほんでまあ携帯とか見ながら待ってても全然出てこないんですよ。ほんであれなんか倒れてんちゃうかなとかいろいろ心配しておかんに電話するじゃないですか。ほな今どこにいんの、今どこにいるとか大丈夫っていうふうに連絡したら、あーうん今家に着いたわ、いやいや置いていっとるみたいな、え俺と一緒に買い物したのにもかかわらず俺を忘れていくってびっくりせえへん、そうそんな感じやねん、そのレベルやねんな。ほんでおかんが前に病院行ったらしいんですよ、その物忘れが激しすぎるから病院に行って、その検査結果がいやアルツハイマーではないですけども、まあ、正常ではないですねって言われたみたいなんで、多分俺もね病院行ってなんかそういう風に診察してもらったらアルツハイマーではないけど普通でもないですねって言われるんやろな。ほんまに物忘れえげつないもんな、なんなんやろな。ドバイに巨大な、室内スキー場があるらしくていつか行ってみたいです。あーみたいですね、うん、まあ僕もね一瞬あこんなんあるんやと思ったんですけど行こうとは僕は思わなかったですね。なんかあれって外でしてこそのスキーの楽しさちゃうんかなと思って、そのね室内どうなんやろな、まあ、そんなやってみたいと思わへんな。どのぐらいでも広いんすかね、ちょっと見てみたくはありますけどね。ドバイの人たちのペットはだいたいライオンかトラと聞いたんですけど本当ですか。まさかそんなことないと思いますよ。多分ねあのそういう話って流れてくるのってほんま尾ひれ、
尻尾ついたやつばっかなんで、衣ついて出来上がってくるんで、うん、嘘ちゃうかな。ほんまに王族とか、王族というかドバイの偉いさんはそうかもしれんけど、普通に猫とかも絶対飼ってますよ。あーちょっと待てよ、でも犬散歩とかさしてる人見たことないかもしれん。うん、今んとこね、犬散歩をさしてる人は見たことないですね。そうやな、そう言われればそうやわ。まあ住んでる場所にもよるかもしれないですけどね、僕が。ほんでこの辺って、まあ、結構都会なんですけど、しっかり公園が設備されてるんですよね、自然が。ほんでそういうとこでいっぱい寝たりしてる人はいるくて、でもそこでも散歩させてる人は見てないですね。うん、そうやな。あ、そうや。ほんでやっぱ海外って結構自然、今まで自然破壊人間が行ってきたんで、これから自然を守らなあかんっていうので、いっぱいその公園とか作ったり、あと、まあ、森林栽培、栽培者の、なんや、森林生やしたり。もう言うてることアホや、あ、言うてることは賢いんやけど、語彙力がなさすぎてめちゃめちゃアホに聞こえるような俺ってそう、木を生やしたり、まあ、そういう活動が結構盛んに行われてますね、海外では。まあ、日本もそういう取り組みもあるかもしれないですけどね、あんま、知らんな。なんかオープンに海外は見えるな、そういうところが。あ、こういう活動してんやみたいな。あと世界平和、僕世界平和って言ってるじゃないですか。ほんで、出会った外国人たちが You are, are you dream? みたいな、あなたの夢は何ですかみたいな。 You have a dream か、Have you dream? あ、わかんね、まあ、なんか夢は何ですかって聞いてくるんですけど、それで僕はいつも通り日本と一緒で My dream is peace of world、 peace of、peace of world って言うんですけど、そうしたらみんないいねみたいな、俺もそうとか、あとなんかそういう風に世界平和にしっかり、 Thank you、 いつもありがとうございます。 What is your dream? そう、ありがとうございます、すいません。あれハブついてなかったっけ。あ、まあ言い方なんでもいっぱいあるもんね。 What is your dream? そうそうそうって言われんねんけど、そう、はいなんかほんまにみんな結構世界に向き合って考えたりいろいろしてんやなって思う。だ、日本はやっぱ平和すぎてそういうのに向き合う機会がないんでしょうね。だからやっぱり一人一人がそういう風に向き合う機会を作ることが大切だと思ってくて、で日本とかももうちょいなんか正しい現地の情報を、海外ではこんなこと起こってるとかそういうのを、言ってた方が俺はいいと思うねんな。 Do you have a dream? そう、 Do you have a dream? それです、ありがとうございます。 Do you have a dream? ありがとうございます。どこまで読んだかな、あ、これか。メイウェザーがそんなこと言ってましたね。会話の文脈が分からへんから何を言うたはったやろ。日本での話ですが、コロナ特別給付金が10万円配布開始されています。4月までですので、ね、チェックしてください、ね、検査。そうなんですか、ありがとうございます、チェックしよう。そうなんですね、ありがとうございます。また10万配んねや、そうなんや、まあまあまあ現金そら配った方がええよね。だからチケット、うわーちょっとこぼしてもだ、あ、でも水やからええわ。そう、なんか買い物できる券10万円分発行とか言ってたけど、あれは絶対にやらん方がいいからね。俺は絶対やらん方がいいと思う。だってあれ作んの、発見すんのだけでめちゃめちゃ金かかるやん。何百億かかるんやったっけあれ。なんか配布する金額と同じぐらいの費用がかかんねんな、確か。あれはマジでな、無駄やな。で日本ってマジでな、無駄な政策多いわ。まあ日本って日本でって言ってるけど、世界の政策どんなんしてるか知らんから、まああかんけどな。でも絶対にこれ正しいないやり方してんなっていうのはめっちゃ思うよな。だって何やったっけ、あ、そう、アベノマスクとかもひどかったもんね、あれ。699億やったっけ、なんかそれぐらいかかってるんですよね。599かな、なんかそんなぐらいかかってて、あんな誰一人つけてへんしな。あと何やったっけな、ワクチンじゃなくて、あ、そう、飲食店行ったら絶対にこのパネル、クリアーボード
つけないと営業したらダメですよっていう風になってるんですけど、あれもあの実際研究というか、あの何やろう、うん、このそうクリアボードしてるのにクラスターが起きた飲食店さんがあるんですよ。ほんでこのクリアボードしてたのになぜクラスターが起きたのかっていうのを実験したかったんですけど、どうもクリアファイルとかクリアボードがあることによって空気の流れがこうクリアボードに当たってこうなるんですよ。弾き返されるんですよね。だからこっちでめちゃめちゃ蔓延するんですよ。しっかり換気ができないようになるんですよね。空気の巡りが悪くなって、ほんでそれでクラスターが起こりやすくなるらしいんですよ、あのクリアボードをすることによって。っていう検査結果というか、あれが出てんのにもかかわらずまだ、クリアボード置いてないと、そういう風に飲食できませんよって言ってんのはやばない。うん、ほんでそれでな、なんかコロナ対策でまたこんだけのお金かけました。いやいや、そもそもそこじゃなくてもっと根本的なとこから直そうよって俺は思うのよね。うん、あれもひどいよねほんまに。あとオリンピックか、オリンピックでもな、あのえげつない金かかってもんな、まあ、その金をかけるのは別に全然いいことやと思うね。予算が、予算ちゃうわ、その時大体これぐらいでできるやろっていう見積もりが何本やったかな、ちょっと忘れたんですけど確かな数字は、まあ例えばですけど1億やとしましょう。例えばですよ、分かりやすく言うと、1億の、まあ、見積もりが出ました。ほんで実際したら確か300億ぐらいかかりました。いや300億が言い過ぎやな、まあ50億かかりました。30億ぐらいかな、 3倍ぐらい違ったなと思ったから3億ぐらいかかりましたって言ってるのと一緒。あのほんまにね、見積もりって何って思うぐらい、あの全然近ない金額だったんですね。だからなんかどっかで無駄がめっちゃ起きてるし、多分悪いことをめっちゃしてるんやろなって思うんですね。政治家とか悪いことしても、すいませんでした、じゃあ私辞任しますっつって政治家を辞めるだけだ、辞めるだけじゃないですか。うん、あれもな、ほんまに意味わからへんよな。普通やったら絶対に捕まんのにな、政治家は捕まらへんからな。でまあ、日本人ってそういう発言とかあんましてかへんから、発言したらなんか嫌われたらどうちゃうかなとかいっぱい考えてまうから、多分そういう発言をせえへんのやるけど、海外やったら普通にデモ起きてても全然おかしないからね、いろんなことに対して。日本はほんま平和よね。平和がいいけど、なんか赤い意味の平和もやっぱあるよね。昔5日間で5時間しか寝なかったから、その後36時間爆睡しました。わかる、そんな時あるっすよね。5日で5時間はひどいな。それも確かに、それもなかなかやな。もうほんまに人間の限界って3日やと思います。3日寝へんかったらマジでやばい。何してても寝れる、あの釣り革持ってても寝れるし、歩きながら寝れる。そう、3日が多分限界っすね。72時間。そもそもケンジさんってあんまりパンチもらわへんスタイルだったんじゃ。そうですね、あんまパンチもらわへんスタイルなんですけど、その戦ってたらタケルさんとか戦ってる最中笑うじゃないですか。あの気持ちめっちゃわかるんですよね。僕もそのタイプなんですよ。なんかバチンと当たったら、ほなお前のパンチはそれぐらいの強さなんや、じゃあ俺が今からほんまのパンチをお前に顔面にめり込ましたるわぐらい思ってまうんですよね。ほんで戦ってたらインファイターで、俺そんなインファイトせえへんのに、なんか楽しなってきてもって、殴って殴られて殴って殴られてみたいな、ちょっと泥臭いじゃないけど男臭い試合好きっすね。だからそういう試合した時は、自分のいいところを生かせないんで悪い部分が出てしまうんで、負けますね。だから心、そう、なんかね、誰が言ってたんだっけな、誰かが言ってたんけど、心は熱く脳はクールにっていうねんな。だそういう風にあの生きれる人がやっぱ上手いよね。だそれからは俺もそうしようと思って、うん、思ってます。はい、彼女さんはそんなケンジさんを愛おしいんやろね。いや、ありがたいっすね、ほんまに。うん、ほんまにありがたい。ドバイの超人気 YouTuber にコラボお願いしてもどうでしょうか。そうなんですよね、昨日ね、あのいろんな人にドバイの YouTuber、 フェイマス YouTuber、 誰がいますかって聞いてたけど、 Who is that? やったかな、なんか分からへんけど、まあ誰みたいな、うん、フ
ェイマス YouTuber ふうふう、え、なんだっけな、なんていうんやったっけな、忘れた。なんかほんまに英語出てくるときってブワーって出てくるのに、考え始めたらあれ何やったっけってなってまうな。まあ、ドバイで有名な YouTuber 誰がいますかって聞いてんけど、っていう感じだったな。誰、まあ絶対いるんやろうけどな、誰になんやろ、誰なんやろ、分からへんな。やばい、全然読めてへん、ちょっと待ってくださいね。インド人の昔のトラウマがやばすぎてインド人の印象が悪い。そうなんすね。まあまあまあ、そらね、まあでも基本インド人は優しいっていうイメージですね。ほんでその優しさからなんやろ、あの変な、アクシデントも起きんねんな。あ、そうそう、ねインド人、そうやな、あとインド人めっちゃルーズ、マジでルーズ。ほんでそうやな、インド人に例えばあの道どこですかとか聞くじゃないですか。道どこですかって聞いたら、いろんな人があっちとかあっちとか一気に手指さすね。みんな言うてる方バラバラやねん。みたいな、何信じたらいいか分からへん。ほんでなんでそういう風に言うのかというと、なんか早く答えてあげなあかんというか、なんかしてあげたいってなってまうやろな。で優しさゆえに、あ、もう早く答えなあかんみたいな、あっちって言うらしいね。逆にありがた迷惑やけどな。てかちゃんとありがた迷惑、でもなんか可愛いっすよね、そんな。ライジン初代フェザー級王者、斉藤佑樹、斉藤佑か、斉藤佑選手についてどう思いますか。どう思いますか、どう思いますか。すごいと思います、はい、次の質問いきます。うわー、テストありがとうございます。砂川直樹さん、ありがとうございます。いただきます。ご飯食べれる。ありがとうございます。すんません。どこまで読んだっけ。あ、これか。このままご飯食べに行こうよ。いや、ほんまにね、このまま行きたいところなんですけども、ちょっと充電、今充電何パーやろ。もうそろそろ行けるのかな。ちょっと待ってくださいね。うん、もうそろそろ行けるね。じゃあまあまあ用意していきましょうかね。ほんでまた向こうに着いてからライブ配信したいと思います。結構多分散歩すると思うんで、充電、モバイルバッテリーが一つちょっと充電し忘れててないんですよね、バッテリーが。だからあんまり長い配信はできないんで、はい、もう着いてから配信したいと思います。いや、どうしようかな、このまま配信もありやな。このまま配信しますか。今いるお部屋はタバコ吸えるの、多分匂い全然しないんで吸えないと思います。ほんでベランダがあるんで、そこから、あ、そこからちゃうな、そこで吸います。はい、はい。長嶋茂雄さんは、球場に、一茂連れて行って試合終わって忘れて帰ったらしい。おー、俺のおかんと一緒やん、ほぼ。やっぱそんな人いんねやな。俺おかんが一番世の中でアホやと思っててんけど、そんな人いんねやな。ケンジさん、マクド楽しんでくださいね、ありがとうございます。限定品パシャリお願いします、任せてください。 What is your dream? Do you have a dream? OK, thank you。 メイウェザーの話や睡眠時間削ってでも強くなってるやつがいるみたいな話に対してのコメントでした、ありがとうございます。もう読む、みんながコメントしてくれたものに対して俺が読むのの熱量のあれで差が起きてます。はい、時差が起きてます。時差じゃないな、なんかね、ちょくちょく言葉間違ってねんな、アホなんやろな多分。メイウェザーの話、あ、これ読んだわ、ポンコツやな。日本では自分の意見を言いにくい空気が流れているよね。そうですよね、あんまり自分の意見言うてる人っていないですよね。だ、政治家とかで自分の意見をズバッて言える人はすごいよね、やっぱ。あの橋本徹さんやんな、橋本徹さんとかはすげえなって思
しかも政治家やったらそんなにめちゃめちゃ年いってるわけでもなく、まあ若くで当選されて、ほんで、いらっしゃるじゃないですか。そんな若くもなかったか。ほんでまあその時に当選されて、上のやっぱ上下関係というか上に押し潰される圧力ってめっちゃかかると思うんですよね。これ言うたらすごい動きなる動きづらくなるやろなとかいっぱいあると思うんですよ。でもその中でもあんだけの発言をしてはるんで、ほんでそんだけの行動もやっぱりしてはるんで、うわすげえかっこいいなと思うんですね。ああいうのが多分ね、かっこいい大人って言うんちゃうかな。だから俺もね、かっこいい大人になりたいですね。大人になりたいというか、俺もう大人やん。早っ、時間過ぎんの早っ。日本では、あ、これ読んだわ何回このミスっすね。頭は悪いですか、殴られすぎですか。ですね、ズバリどっちもやと思うっす。でも頭殴られてそんななんか頭悪なったなっていうのは印象というかないっすね、イメージは。元が悪いっすね。でもほんまに睡眠時間を減らしたのによって記憶能力は絶対悪なったと思う。Who is the most famous YouTuber in Dubai? Dubai。 そう、ドバイって言うけど、こっちにドゥバイ結構ドゥバイっていう発音っすね。今まで殴られ屋で対峙した格闘家の中で一番印象に残ってる人とかいますか？やっぱ那須川天心くんと堀口恭司さんかな。あの二人はね、すごいな。まあ対峙して、そうやね、すごいな。動きがね、もうほんま、あ、努力だけじゃいけへん動きしてた。才能やな、あれは。ほんまに多分、二流って言ったら悪いな。ほんまにまあ一流って呼ばれてる人で、ほんまの一流ってあんまいないと僕思ってるんですよ。大体が二流やなとは思うんですよ。あの努力でいけるレベル、誰もが努力したらいけんねん。まあ努力もそのまあ才能なんやけど、でも正直努力したらいける、レベルなのよね。でも那須川天心さんとか堀口さんはマジでいけへんレベルなんですよね。そうだからやっぱ一流ってこういうことなんやろなって思いました。はい、やっぱスポーツの世界って結果が全てやし、なんやろ、どんだけなんか努力しても勝てへんかったら正直意味ないじゃないですか。自分だからとか周りの評価とか気にし始めたら、まあまあ努力とかこんだけしてきたんやっていう風に認められるかもしれないですけど、結果を残せないんで、そんだけなんやろ、いい評価はされないですよね。だからやっぱりね、あの辺のレベルとか見たら才能必要やなと思いますね。姫路より初見です、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、こちらこそよろしくお願いいたします。今ドバイにいてこういう風に配信してってます。毎日ライブ配信してるので、よかったら、フォローと通知ボタンオンにしておいてください、お願いします。インドの人はめっちゃポジティブよね。そうなんすよね。あれ確か、あそこ何教でしたっけ、何教ちゃおう、宗教なんでしたっけ、ヒンドゥー教かな。ヒンドゥー教の教えが結構あのインド人のその優しさに出てるんですよね、つながってるんですよね。だからほんまに宗教というか、そういう洗脳じゃないな、洗脳はちょっと言い方悪いな、そういう風な教えってほんまに国全体を変えるぐらいの力があります。だから教育とかほんまに大事。教育がしっかりしてへんかったら治安もめちゃめちゃ乱れます。政治家の闇、日本人が言わなさすぎ。いやそうですよね、もっと多分言ってった方がいいですね。海外ならデモ起きる間違いないですね。はい、日本人は早く目覚めたいのね。いやもっとほんまにね、海外とかどんな感じなんかとか知ってった方がいいと思うんですね。僕も全然あの知ってる方とかそんなんではないんですけど、普通に行けてこれ無駄やなとか、なんやねこれって思うことっていっぱいありますもんね。だからこういう風に僕ってあの発言しても、今例えば27人の方しか見てないじゃないですか。ってなったら影響力って全然この発言しててもあんまり意味ないですよね。だから俺はほんまにもっともっと良くしたいと思うから、あのもっともっと有名になって発信力をつけたいですね。だからそれが僕が有名になるための
理由です。発信力をつける、みんなへそういう情報を届けたいからね。そうすることによってね、ちょっとずつでも良くなるんちゃうかなと思う。まあたまにね、僕もその人の考えって いろいろそれぞれなんで、まあ僕の意見が全然間違ってるかもしれないです、それが。でもそれを例えば間違った情報とか言ったも、それを自分で取り入れるか取り入れへんかはもう自分次第なんで、その方次第なんで、はい、まあとりあえず発言していくことは大事だと思います。だから僕もいろんな人の話を聞いて、これが正しい情報なんか正しくない情報なんかっていう風な見極める能力はすごい必要だと思うんですね。何が正しい情報なん か日本ですごい治安もいいし、安定した国やと思うんですけど、すごいいい国やと思うんですけど、でもその情報がほんまに正しいか分からんからね。そう思うと怖いよね。もっともっと自分で情報収集せなって思いますね。皆さん優しいリスナーばかりで、ケンジさんが早くご飯を食べられるように気を使っているんだと思います。ありがとうございます、ありがとうございます。いただきます。いただきます言う範囲はまだ早いな、ご飯食べに行ってからやな。コメントするタイミングがケンジさんのトークに追いつけなくてすいません。いやいや、こちらこそすいません、ありがとうございます。どこまで読んだっけ。でもインドの不衛生さんには、イスル、ガンジス川に死体を流して死体がいっぱい沈んでるし、よう聞きますよね。しかもそのガンジス川の水で、洗濯したり歯を磨いたりしてるし、いやすごいっすよねマジで。てかほんまに、なんやろ、ホームレスとか俺普通にすごいなと思うんですよ。俺らやったらちょっと気温が変わったりしたらすぐ風邪ひいたりするじゃないですか、だからめちゃめちゃ弱いけど、ホームレスとかそこでもうその菌に対する免疫がもうついてもうてんやろな。それで腹壊さへんとか、マジですごいよな。日本人やったら一発アウトやからね、あんな。へきへき、ありがとうございます。いやほんま賢いよね。あのアレックスさん、ずっとコメントしてくださってるんですけど、英語もできるし日本語もなんか言葉発言が賢いもんな。ケンジ君が昔の、山本太郎となんか被ってみるわ。そうなんですね、山本太郎さんこんな感じだったんですね。ポジティブになる秘訣ありますか。ポジティブになる秘訣、なんだろう、まあ、これも楽しむことやと僕は思いますね。はい、あとそう、まあ今を楽しむことじゃないですかね。合ってるのかこの答えは、質問に対して。ポジティブになるコツ、ちょっと一回タバコ吸うを、あそうか、でもタバコ吸っちゃあかんやん。まあいいや、あまあ良くないわ、良くない、危ない危ない、すぐバンされる。あ、バンじゃなくて、この間もタバコを移してもらったじゃないですか。だから収益化オンにならないですよね、それしたら。大変だ。よいしょ。何回見てもこの光景は素晴らしい。素晴らしい光景。ポジティブになるコツか、なんやろな。うわー、怖えーな、怖えーな、ここ怖えーわ。そうなんですよ、結構厳しいですよね。ポジティブになるコツ、なんやろな。ポジティブになるコツか、まあそもそも僕がもともとネガティブな考えやったんですよね。なんか誰か楽しそうな人いたら、こいつ何がおもろいねみたいな、なんかそういう風なこと思ったり、あと何やろ、誰かに怒られちゃうかなとかいろいろ考えて行動できへんかったり、いろいろあってんけど、夢ができてからポジティブになったんかな、ちゃうな、何やったかな、なんかきっかけがあったんすよね。あ、そうか、俺
自殺しようと思ったことがあって、とはずっと思ってたんですけど、小2まで。で、その自殺しようと、いざした時に、ポジティブに変わってったんかな。そこから、生きるか死ぬかの選択になるくて、最終的に生きるか死ぬかの選択になるんですけど、例えばもしこれができんかったら、俺死ぬ。あ、でも、死ぬぐらいやったら、生きようって思うんですよね。思うようになったんですよ。じゃあ、あ、死なへんねんし、これしても大丈夫やん。あ、死なへんねんし、こんなんしても大丈夫やんとか、なんかいろいろなっていくんですよね。そこからポジティブになったんかもしれないです。はい。どうなんか分からへんけど。ポジティブか。そうやな、俺スーパーポジティブやもんな。あとは、今の自分の幸せが、幸せなことに気づくことですかね。全てに感謝って俺はよう言うんですけど、例えばこういういい景色見られてんのも人が作ってくれたもんやし、あと自然がこうあんのはこう感動できてんのは誰かがいたからなんですよ。誰かがこうして作ってくれたからこそ感動してるんですよ。だからこういうのにも感動するし、電車乗るときとか車乗るときとか、うわ便利やな、感謝やなって思うし、何してるときも感謝なんですよねって思ったら、なんか生きてて楽しいなって思ってポジティブになれるかもしれないです。感謝と全てにおいてのリスペクトとか、うん、なんかヒップホッパーみたいなこと言うな。でもそんな感じじゃないですかね。僕スーパーポジティブですけど、昔やっぱりそういうネガティブな部分もあったし、どっちも、うん、なんていうんやろう、その感情がわかるんですよね。もしネガティブになったらこういうこと考えてまうやろな、ポジティブに考えたらこうやけど、そういう風に、なんやろな、両面見れた方がいいかもしれないです。やっぱネガティブやからこそ見える部分もあるんで、だから、うんうん、どっちも持った方がいいですね。あ、そうや、コメント読めてへん。このいい光景に、すげえなんやろ、言葉出てこへんけど惹かれてた今。いやもうこの太陽とこの心地いい風と暖かさ、なんかこの自然、そして建造物見てるだけで幸せやもんな。なんかええー、なーって思うわ。今日も幸せです。ありがとうございます。昨日は音楽結構入って、あーそうや、音楽入ってたからか。まあタバコもあるやろうけど、そうやな、音楽ちょっと入りすぎてたからかもしれないですね。多分そこですね、著作権の問題ですね。見晴らし最高にですね、そこからの夜景の眺めも綺麗だ。ほんまや、眺め絶対綺麗。ほんで、あ、そうかそうか、屋上ももし、あ、屋上鍵閉まってんな。そうか、ここからの光景、ちょっと夜景楽しみにしてください。どんな感じだろう。飛行機から見た時のこのドバイの夜景すごい綺麗でした。小2てえらい若い時にねえ、まあ確かにね。でも今はその経験があったからめっちゃ良かったなと思います。佐藤拓馬さん見てますね。佐藤拓馬さん誰やっけ、なんか前も一回言われたことある気すんねんな。誰やったっけ。いやほんま僕無知で、芸能人とかも全然分からへんねんな。あと格闘家、そう格闘技自分してたのに格闘家の名前全然知らん。F1 ドライバー、あ、そうなんですね。あ、なんか前も言われたわ、やっぱそれ。まあ、じゃあそろそろ用意して食べに行きますか。よし。じゃあこの感じで、まあ、10年もまあ、多分食べたらまた戻ってくるんで、一回。
10年も持つと思うんで、このままじゃあ、ライブし続けます。はい、腹減ったな。俺日本帰ったら絶対焼けてると思う、黒なってると思うわ。忘れ物ないようにするな。腹減った I'm hungry I'm hungry yeah よいしょ。あ、ちょっとね、一回もしかしたら電波乱れる可能性あります。 Wi-Fi、 今ホテルの Wi-Fi 使ってるんですけども、今からモバイル Wi-Fi の方に接続変えるんで、もしかしたら電波乱れるかもしれないです。ちょっと手洗ってきます、汚れたんで。うーわ、幸せやな。皆さん見てください、このですね、ほんまにいい部屋というか、いい部屋もそうやし、いいところ、いいところってこの帰ってくるじゃないですか。普通出かけて帰ってきた時に、あー疲れたーってなって、このちょっと逆光で見えへんかな、この景色見た瞬間、うわ幸せやって思える。なんか絵とか飾らへんくても、窓開けるだけでもう絵になってんもんね。すげえな、めっちゃええやん。ケンジさん、毎度毎度です。どうもお世話になっております。よいしょ、ちょっと一回どうしようかな、接続ちょっと待ってくださいね、すぐ戻ってきます。すごい綺麗でしょ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 。そう、もうほんまにパッと見ただけで、あ、綺麗って思う。俺年々感受性豊かなってんねんな。いつも見てます、ありがとうございます。いつもありがとうございます。そう、年々ほんま感受性豊かなるし、昨日あのドバイ万博のショー、あのライブ配信させてもらったんですけど、あれ見てもこう、カメラ俺こうしながらちょっと泣きそうやったもん、ほんまに。やばいやばい、泣いたらあかんと思って。まあ泣いたらあかんこともないんやけど、泣いたらさ、こぼれてかゆいやん、この辺だから、かゆいからあってなった時にブレるやん。だから、あ、やばい、泣いたらあかん、泣いたらあかんと思いながらこうしてた。いやほんまにあれもな、ほんまに泣きそうになったな。人ってすげえと思う、ほんまに何でもできる。海外いいな。ちょっと待ってくださいね、ちょっとだけ、Wi-Fi の設定します。パッと、いけるかな、戻ったかな、いけてますかね。どういうタイプの子食べに行くんですか。誰が風俗行くね普通に飯食いに行くね。性欲満たしに行かへん、あの食欲を満たしに行きます。部屋の時は画質いいですね。確かにほんまですね、いい気する。昨日ちょっと僕、ライブ終わってその後自分の YouTube 見てみたんですけど、画質確かにちょっと悪かったっすね。あれもったいないな、ごめんなさい、あれもったいなかったな。みんなにな、もっと感動すんね、ほんま。あそこいるとね、ほんまに感動するくて。あ、それをな、ちょっと画面越しには伝えきれへんかったけども、画質も悪いし、あ、そう、ちょっともったいないな。今日も殴られやするんですか。今日はしないです。明日、明後日、し明後日殴られやします。そして今週の土曜日も殴られやします。よいしょ、ほな行こっか、ほな行きましょうか。よいしょ、荷物何もいらんよね、何もいらん、いらん。どうしよう、カッコ何で行こうかな。まあ、どうしようかな、何の格好しようかな、迷うな。まあ、迷うほどね、服持ってへんねんけどな、迷うほど服持ってへんけども、どうしよう、2枚しかないんやけど、どっち着よう、この服装で行くんか、それともキックパンツで行くんか、どっちにしようかな。まあ、キックパンツ明日も使うし、明後日も使うし、明後日も使うから、ちょっとこの格好で行きましょうか。この格好で行きます。はい、これどうなんやろ、この
これをですねちょっとサービスでつけていただけるんですけども、賞味期限とかあんのかな。いやそれはあるか、食べ物やし。いやーなんかお腹減ってる時に甘いもんから行くん嫌やな。帰ってきたら食べよう。あそう、ほんでこういうキットカットも置いてもらってるんですけど、このキットカットドバイ限定のやつみたいです。この絵はですねコーヒーですね、コーヒーカフィーコーヒーの絵です。でこっちのコーヒーってまあ今日もあのホテルで飲ませていただいたんですけど、なんやろな、独特っすね。もうぜひ皆さんあドバイ来てみたら一回まあ経験されると思うんですけど、はい、コーヒー飲んでください。全然ちゃいますほんまに。あれこれコーヒーなんて思う。あれさっきさここの部屋禁煙やと思うっつってベランダでしたけど灰皿あるねんな。どうも後でホテルの人に聞いてみよう。これ、よいしょ。OK。この頭に巻いてるやつ相当でかいっすって。そう、これ頭に巻いてるやつなんですけど、広げたらめちゃめちゃ広い。これだけじゃ収まりきらへん。多分そうやな。俺の身長がこれで、僕の身長が168センチなんで、まあ、約170センチ、この長さで170センチあります。そしてプラスこれ30センチもあるんで2メーターはあるかと思われますね。はい、2メーターはあるんでそれを頭につけてるんで、へえ、2メーターあるのにしよう、軽い、すごい軽い。よし、OK かな。だどうもね、このこれちょっとちっちゃい気すんねんな。よし、OK、行きましょうか。これカードキー持って、あ、財布持たなかね。あ、俺それ、あ、それちゃうわ。さっき気づいたんですけどね、これ、ここポケットあるんですよ。これぐらいのポケットあると思わんかったな。この服装にポケットないと思ってたから、ずっと手でいっぱい荷物持ってたけど、あるんやったらね、これ使わな。よいしょよいしょ。モバイルバッテリーと充電器。やばい、くしゃみ出そう。あれティッシュどこあったか。うわー、一番嫌なやつ、出そうで出えへん。うわー、ムズムズするわー、いっちゃん嫌なやつや。くそー、くしゃみしたかったのにな。よいしょ。アラビア語でドバイへようこそはアハランフィードバイ、アラフィアラ、うん、アハランフィードバイ、アラ、アハランフィードバイらしいです。はい、あ、そうや、話変わんねんけど、そう、見捨てへんかったなと思って、あのこっちの通貨どんな感じなんか、ですね、
ちょっと待ってくださいね。こっちの通貨がですね、はい、これがですね、100って書いてるじゃないですか。日本円でこれ3000円ぐらいの価値あります。はい、ほんでこの上にもう一つ、でかいやつがあって1000っていうのがあるんですよ。それは3万円らしいです。でもだいたい3万円のは使わないみたいです。もしその食べに行ってこの1000っていうやつを出したらめっちゃ嫌がられるみたいです。もうお釣りないやんみたいな。そうだからあんまり持ち歩く必要はないです。この100で十分です。そして、10の上に50もあるんですけど、これは10って書いてるんでそれに30かけて300円です。これ300円札みたいな感じです。だいたい30かけたらだいたいの日本円になります。これは5なんで、150円です。でこの裏がね0って書かれてるんですよ。この0って書かれてるんですけど、これは、どういう意味やったっけな。あ、そう、これは、アラビアちゃうな、ドバイ、アラビア語か、アラビア語で5っていう意味らしいです。はい、札こんな感じね。はい、これ150円、ほんでこれが3000円。はい、ほんでこれが300円。はい、ほんでこれが300円。あ、メスターをこれ。はい、まあそんな感じですね。あとはこういうコイン、このコインのこっちが何やったっけな。ちょっと待ってくださいね。何やったっけな。あ、そう、なんかもらってん、こういう感じで資料。これがコーヒーポット、そう、これにもコーヒーが描かれてます。こっちの人がどんだけやっぱコーヒーが好きなんかよう分かりますね。これがですね1やから30円、これ30円です。はい、これが15円、これ多分15円やと思います。50やから50、うん、多分15円ですこれ。はい、まあそんな感じの、紙幣になってます。通貨になってます。なかなか食べに行かへんやんこいつって思ってるやろ。ほんまに俺も思ってる。あの、こんな感じでなんか楽しなってもうて食べんの忘れねんな。お腹減ってるくせに、アホやろよいしょよいしょ。はい、じゃあ準備できたので行きます。いや、でもなんか行って角に手打った。あのですね、なんやろ、なんかポケットに何か入れたらちょっとダサいかもしれんな、もしかしたらダボダボってなって。うん、そうやね、ちょっとダサいな。ちょっと手でもつかも。軽いもんはポケット入れます。ほんでこの服ね、めちゃめちゃ薄くて過ごしやすいですね。でも薄すぎて太陽でパッて当たると服透けます。ちょっとそれはずいっす。あ、危ね、あとマスクせな、マスク。よし、やっと行きます。遅くなりました。やっと出たいと思います。あ、もうこっち4時31分やって。ってことは日本は9時31分ぐらいか。もうそんな暑いん、早っ。今日そうやな、まあいい情報手に入れられたしかね。今3日目なんですけど、ドバイ結構知識豊富になったでしょ。
なかなかね、ほんまに現地に行ってしかこういう情報知らんもんな。行かな分からへんもんな。よし。で、まあホテルの廊下はこんな感じ、こんな感じになってます。はい、エレベーターがどこでしょうか。あった。普通にこんな感じですね。おっ、びっくりした。あ、すいません、おはようございます。あ、おはようございます。ちゃおう、ハロー。ちょ、今さみんなとこの喋りすぎて日本語で喋ってるからさ、外国人やのにさ、おはようございますとか意味わからへんな。アホやな、極めてんな、アホ具合を。ちょっとエレベーター乗るから、もしかしたら画質悪くなるかもしれないです。途切れる可能性あるんです。はい、アホだな。本当にやってる、ありがとうございます。念のためならグローブ持っていく、私ならチャンスはどこにあるか分からないけど、間違いないですね。それはそうです。スペアバッテリーの スマートケースとか使えばいい。なんじゃそりゃ、そんなあるんですか。本当にやってる、ありがとうございます。わーい。今日はの庶民的な料理なんですけど、ドバイの庶民的な料理を食べに行きます。 Hello, how are you? I'm fine. Oh, very good. ですね、中に行きます。 Hello.今からですね、庶民的な、こっちの人に美味しいと紹介された店に行きます。そしてそこはですね、わー、地図持ってくるの忘れた。なんて場所やったっけ、店の名前忘れたな。まあ、直感やな、美味しそうと思ったら入る。うん、それでいい。どこやったっけな。あ、そう、あと、こっちのドバイの王族がいっぱい住まれてる町があるらしいんですよ。まあ町というか通りがあるらしいんですね、そういうストリートが。ほんでそこはめちゃめちゃでかいらしいです、家がやっぱり。ほんでなんかそういう風に家を移すの別にいいらしいんですよ。なんや、道路歩いてて、道路歩きながら移すとかでは全然いいみたいで、でも移したとしても家見えへんよって言われて、どういうことですかって言ったら、その塀から家までの距離がめちゃめちゃあるらしいんですよ。だからほんまにすごい家とか、玄関から車で10分とか走らな家までたどり着かないらしいです、玄関まで。ほら、こういう感じでね、あれ、これ C 社なんですけど、 C 社の、看板がありますね。そう、こっちの人ほんまに C 社好きです。あ、綺麗、見て、海外これ綺麗、薬局、今まで見た薬局なんか多分一番綺麗やわ。はい、How are you? Yeah? Good? あと、ここじゃないな、この通りじゃないな、多分ちゃう通りかな。そう、あ、Google マップで調べたらいいや。そうなんすよね、そうなんすけども、それしてまうとな、これ切れてまうねんな、 YouTube ライブ。あれ、なんかちゃう通りな気するな、これ。あと、こっち来て交番見てへん。交番ってどこにあんねやろ。あ、街並みこんな感じね、今。そしてここはちょっとね、薄暗い感じありますね。はい、感じです。で今ちょっと手にいっぱいに荷物を持ってるんで、ごめんなさい、あれできないです。コメント見れないんで、またちょっと落ち着いたら見たいと思います。ほんでここスーパーね、
これスーパー。ほんで今ちょうど見えたのがここマクドあります。まあ今日はマクド行かんとこかな。ちょっと待って、これがやっぱこれちっちゃいな。ほんでこれなかったらこうふわふわして分かる通りすぐ飛んでいきます。珍しい、警察よ、警察の車ある、珍しい。もしかしたら警察撃つしたらなんか鳴ってまうかもしれんから、ちょっと怖いよね。裁判とかだったら大変やからね、マジで。はい、ゴー。めちゃめちゃ気さく。あ、ちょっと喋ってみようか、喋りかけろ。あ、ポリス、わー、ベリー君、かっこいい。あ、そう、ちょっと映したらもしかしたら、あ、今電話してはるわ。ちょっと電話でもしよかったら車映させてもらいます。すごいね、警察官は気さくで、あのグーみたいな言ってくれて、カッコを見て、うん、グーグーグーみたいな感じだった。あ、気づき、no、 あ、OK です、Thank you。 なんか今電話で話されてるみたいです。だからちょっと電話終わられるまで待ちましょうか。どんな、ドバイの警察がどんな感じなのか皆さんにお見せします。 OK、Thank you。 そう、今ね、ちょっと行かれました。写真、許可なく撮ったらもしかしたらまずいかもしれないんで、やっぱ許可を得れるまでね、撮らないようにします。でもめちゃめちゃ気さくでいい人やった。へ、うん、いいね。そう、ほんでここの、ドバイにはいろんな国の方がいらっしゃるんで、黒人さんもいれば白人さんもいらっしゃいます。そしてここがマクドナルドですね。明日か今日の晩か分かんないですけども、また行ってみたいと思います。そして今から行くのがここじゃなくてもう一個向こうの筋なのよね。そう、ほんでこういう風に撮ってたらみんな見てくれます。あ、ここね、なんかすごい流行ってますね。ここすごい流行ってる。もしかしたら、はい、はいよ、Thank you。 なんか今のとこすごい流行ってたな。ありやな。多分ここのことを言うてくれたはんのかな、もしかしたら。ちょっと賑わってたんで、まあ美味しいんちゃうかなと思います。しかも地元民の人が賑わってたから。今ね、やっぱりドバイ万博あるんですけど、今僕がいるとこはちょっと観光のとこからちょっとだけ外れてるんですよね。市内に行くには、まあ、電車で30分ぐらいで行けるみたいなんですけど、ほんでここは、観光客の人はいないんで、まあこういう地元民が揃って、安い物価になってます。だ、観光客目当ての商売じゃないですね、この辺は。普通に生活するための商売です。ほんでこういう感じですごい、あの C 社、あ、sorry、C 社がいっぱいあります。はい、だ結構ね、みんなこっちの人 C 社好きやね。ちょっと今この服装で歩いてるんですけども、ちょっと寒いです。あの影はやっぱいい風が吹いてるんですよね。でいい風が吹いてるから、寒いっすね。火が照ってる時やったらちょうど心地いいんすよ。心地いいんすけど、影はちょっと寒いっす。ほんでビルとかこんな感じ、こんな感じ。ほんでみんなこの辺に洗濯物いっぱい干してます。はい、ちょっとこれじゃ見えづらいかな、でもこんな感じです。はい、多分ね、今見た感じやっぱりさっきのお店を紹介してくれたはんちゃうかなとは思うんですけどね。嘘、ごめん、ちょっとね、分からへんし、やっぱ一回ホテル戻って見てみるわ。うん、案内のやつちょっと待ってください。一回戻ります。街は綺麗だな。そうですね、まあこれでもそんな綺麗な方じゃないですよね。ポイ捨てとかも結構目立つんで、ここはそんな綺麗なとこではないですね。何やろ、あー、なるほどな、住んでるわけではないかも。また全然違った街並みですね。ほんまに場所移ると全然違う街並みです。
ほんで、あ、そうか、まあさっきあの上から景色眺めてたじゃないですか、部屋から。ほんで今いるのがその下の部分です。こんな感じですね。はい、こんな感じで今います。そして俺さっき気づいてんけど、この僕の泊まってるホテルのちょっと横見えるかな、これロレックスのホテルみたいです。すごいですよね。ほんで僕が泊まってるホテルが、こちらこのビルに泊まってます。はい、ちょっと一回ね、どこ食事どこ行くんか見てみよう。絶対やっぱね、なんか準備 OK と思っても出てもなんか忘れ物あるね。まあ俺のルーティンやな。あ、嘘つきました、ごめんなさい、ここ俺のホテルじゃなかったです。はい、僕のホテルもちろん、いやちゃうわ、これや、これ合ってるわ、合ってるわ。なんか入り口の人が違ったから勘違いしたわ、ちゃうとこかな思った。ほんで一回、自分の部屋に戻ってみたいと思います。ホテルのちなみにこっちが、今から行くとこがレストランになります。こんな感じだね。ちなみに、はい、Yeah, thank you. そう、ここはね、あの有名な川が、今さっき船いっぱいあったじゃないですか。であそこの川があるんで、こういう風に船、船がいっぱいなんかいろんなところに飾ってあったりします。まあ、レストラン的にはこんな感じです。はい、またもしよかったら、あの警察の人いはったら声かけて、またどんな感じか見せますね。うん、ホテル内もすごいいい香り。はい、お、ちょうどいい、ちょうど空いてるわ。あれ、俺の階何階なのや。ほんでここの、何やっけ、601、俺ここの、ごめんなさい、エレベーター乗った影響で切れましたよね。ごめんなさい、ごめんなさい。ドバイのホテルはですね、結構どこも屋上にジムあったりプールあったりします。そして俺の部屋全然こっちの方向違いました。あ、ここか、よいしょ、カムバック。そう、これがこの辺の周囲の地図になります。それで今から行くのが、あ、そう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 、あ、ちゃうわ、この辺行かんとこ。ここも言うたら美味しいけど、この川を渡って向こうにあるところがすごいちょっとお高くなるかもしれんけど美味しいらしい。そっち行ってみよう。うん、そっち行きます。皆さんにチャットもいただいたんで、スパチャもいただいたんで、そっち行きたいと思います。すいません、ありがとうございます。スパチャもらってへんかったらこっち行ってた。いやー、よかった、ちょっと美味しいもの食べたいな。じゃあ今から、あ、そうや、船乗ります。うん、船乗ってきます。20分に1回出航してるみたいです、船は。あ、あぶねー、また地図忘れるとこあった。危ない危ない、何しに来てんな、ほんま。そう、ほんで、船に乗って、船に乗って3分ぐらいで多分着くんちゃうかなっていう距離ぐらいなんで、はい、ちょっと船に乗って行ってきます。30円船、俺のちょっと高級で60円船乗るわ。60円船、今からですね、またエレベーターに乗るので、ちょっとだけ画質が悪くなるかもしれないですけども、つながりが悪くなるかもしれないですけども、消さずにお願いします。すぐまた配信するんで、もしかしたら悪くなる可能性があるっす。
レストランよし行こう。楽しみやな。あれ電波悪ならないですね。確かにこれ買ってよかった。意外と似合ってるわ。あれ戻ったかな。うわびっくりした。治安いいんやけど、やたらみんなタクシーとか、タクシーじゃ車クラクション鳴らします。はい、そう車に乗ってる人みんな見てかはんな。興味津々やな。Hi. Mhm. Yeah, bro. You're from China? No, I'm Japanese. Japanese. Yeah. Ah, konnichiwa. Oh, very good. very good. How are you? I'm good. How about you? How is the tourism? My YouTube live. YouTube. We are from Kenya. Yeah, 前は全然ない人いる。全然いや。Yes, thank you. Thank you. Have a good day. Thank you.バイバイ。今の人しっかり前歯なかったな。俺リスニングそんなまあめちゃめちゃできるわけじゃないけど、あんまできへん方やろうけど、それでもまあ綺麗な発音してくれる人とかわかるんですよね。歯のない英語喋る人はマジで何言ってるか俺わからん。はい。ほんで今の人とかも、あ、ケニア人ぽい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 わ。結構この辺ね、めちゃめちゃ黒い人多いです。どの船に乗ったんやろ。 船がねこういう風にめちゃめちゃあるんすよ。船がめちゃめちゃあるんで、ちょっとどれ乗っていいか分かんないですね。どれ乗ったらいいんやろ。ほんで船どうやって乗るか聞いてへんな。今思ったら結構遅かったな。また物忘れしてる。忘れすぎやってほんま。どれにどう乗ればいいか。はい、分からんし人に聞く、それが一番いい、一番手っ取り早い。その服見慣れてきた、似合ってる。今こんな感じの風景です。どの船乗ればいいんやろな。結構ね船綺麗やな、どれも。ほら、すごいね、綺麗綺麗。あそこ、あれ、これに、普通やったらなんかチケット売ってる人とかいるはずなんですけど見当たらないんで、ちょっとまた違うシステムかもしんないですね。もう分かんないんでその辺の人に聞きます。はい、ちょっとね、まあ海のそばやからかもしれないですけど、ちょっと風強いですね今日は。太陽でかいな。綺麗やな景色が。聞くにしても誰も聞くなんだ。なんか詳しそうな、あ、なんか前から歩き方座の人に聞こう。はい、excuse me, okay, I want to go RC, but how to
ライツボーツ。Talking? Yes. Mass? Yes. This side? This side? Yeah. Counter. Oh, yo. Okay, thank you. Thank you. はい、ちょっとしたらあるよ、こうやって。うん、それに乗りたいと思います。ほんで、こっちの右手に見える街だけど。はい。Yeah, thank you. Yeah, thank you.そう、みんなね、ほんま気さくで喋りかけてくれるな。でこういう感じ、僕の先の右手に見えるのがこんな感じです。そして左に見えるのがこういう風に川、でかい川。右はね、まあ高級ホテルとかそういう感じやな。うわ、風強えな。コメントですね、またちょっと手今塞がってるんで、落ち着いたら、コメント読ませていただきたいなと思います。はーい、はい、ちょっとこの人たちに聞いてみようかな。ちゃうんかな。はい、 Excuse me, hello. Hello. I'm good. How about you? Good.I want to Alpha area. Oh, yeah. Alseveria. Yeah. Alseveria. 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 How? Alseveria, kider mein hai, bhai? I want to go. Alseveria. Yeah. Data hai? Mm-hmm. You phone you data? Have a data? Yeah, I'm a YouTuber. YouTuber. Okay. Okay. Hello. Yeah. Hello. I'm from Bangladesh. Oh, Bangladesh. I'm staying in Dubai.Thank you. Thank you. YouTube name, channel name? I'm Japan. Oh, Japan. Yes. Channel name only Japan. Yes, Pakistani. Oh, I see. Pakistani. Pakistani. Pakistan people is many people. Many. Yo. How to write boats? Right. You search them in Google. Hmm. Okay. What? Alseveria, but I'm staying new. Oh, this area.Yo. Boat. Dono boat? Where is boat name? Yeah, boat name. Yes. Boat name. How? Where is boat name? How? Where is boat name? Boat name. Huh. Yeah. Dore yaro? Alsep area. Not go? Not. I see. Doko yaro? I don't. Okay. Thank you. Okay. Thank you.ちょっとね、今の人たちも船の人なんですけど、僕たちはわからないって言われましたね。そう、インドの方のちょっと訛りの人は俺ちょっと聞き取れへんな、マジで苦手やなっていうの分かったわ、自分で。ね、この YouTube ライブしてたらみんなすごい見てきゃんな。Excuse me. Thank youI want to go, just one please. I want to go. Where? Yeah, but. Where Dubai? Yeah, boat. What, how to ride on boat? Ride on boat? Yeah. This boat? Yeah. Okay, boat.
okay. Okay, thank you. You want to go? Yes. How old are you? No, thank you. What price? Price. Okay. If you want full click tour, full starting from there, to there, and come back here. Yeah. Okay, it will be $120. Oh, no. $20. This one only for crossing. Yes. Yeah. This one, yeah. You want to go other side, huh? Yes. Thank you. 2 minutes walk. Yes. 2 minutes walk. From there, you see this boat, public transport boat? Yes. The boat is going there, wooden boat? Yeah. You give one dirham, they will take you there. Ah, okay, thank you. This one, for right. Ah, I see. Thank you. You're welcome.そう、このね、ちっちゃいボートあるじゃないですか。これはですね、あのこの辺をあそこにある通り、こういうボートがいっぱいあるじゃないですか。そのボートはこの辺の遊覧船みたいです。この辺を案内してくれるボートらしいです。だから向こうへ直接行くボートじゃないよって今教えてくれました。はい、I'm in Japan、こんにちは。 Yeah, thank you. Have a good day. Good day, thank you.イエーイ。やばい。やっぱね、めちゃめちゃチャイニーズって言われるな。チャイニーズ見えんやろな。はい。はい、you. Thank you. Bye. そう、こういう感じでいっぱい声かけてくれますね。すごいよな、いいよな。マジで飛んできそう。ほんで今聞いたところ、もうちょい向こうにあるよってあって。でももうちょっと歩いたらあるんかな。遊覧船の客引きがすごい多いんやね。確かにね、多いっすね。150やったら、日本円で、4500円ぐらい。おっそ、計算あれ遅いやん。うん、多分これもこういう感じのもう遊覧船やと思いますね。多分あのさっきの向こうの船とか見てる限り遊覧船ちゃうかなと思います。なので今から乗るボートは、あー、この辺かもしれんな。ちょっとね、あの、わかるかな、タクシー乗り場じゃないけども、こういう感じでみんな待ってはりますね。はい、そらな、30円なんないい船乗れへんよな。どうやって元取んねんって話やもんな。多分こういう船で行くと思うんすね。こういう船で行くと思うんですけど、あ、これか、この船やな。多分この船で行くかな。うん、分からへんし、聞くわ。聞きます。はい、 excuse me. Yes, I want to go restaurantいや、レストランこう行きたいんやけど、これでどうやって行けばいいんやろう。 This boat is a go to Alfide? Yeah. Alfide, this one boat going. This one? Yeah. Ah, okay. Thank you. This one ticket, come here. Ah, okay. Go customer service? Yes. Ticket 2 dirham, only this one boat, go to Alfide. Ah, I see. Thank you.そう、あ、今ね、乗るやつ教えてくれはりました。多分もうちょいでね、出るかもしれないですね。ほんで、今それに乗り込もうと思ったら、あ、チケット買わないと無理よってなって、ほんで今チケットの場所も教えてくれはりました。なので今ちょっとチケット急いで買いたいと思います。多分ね、ここがチケット売り場です。はい、Hi, how are you? I want to go. Yes? Go the next station. Yeah, ticket? The next station. From there, my ticket will be yours. Oh, I see. Thank you. なんか違ったな。Next city. こう、ん？あれ？今何ちょっとあったんやろ？忘れたな。もう一回聞こう、分からへんし。はい、分からへんし、もう一回聞きます。 Sorry, one more teach please.
One more teach, please. I want to go. How to? Thank you. Thank you. Last boat? Okay. Okay, thank you. いや、ちょっと待てよ。ラストボートってことは、俺もしかしたら行ったら帰ってこれへん可能性ある？それはまずくねえか？え、ラストボートだと思う。Thank you。やばい、急ぎ急ぎやって。やばい、これはマジでね、ラストボートって言ったから、帰れへん可能性あります。やばいね。もう行かはる？もう行く？ OK。I want to... Sorry。 あぶね、今もう閉まったとこや。今ちょっと乗せてくれはるかもしれん。ちょっと待ってください。 Sorry Thank you Thank you Sorry。 今乗ります。 Thank you。 優しいな。日本のバスとかだったらやっぱ時間きっちりしてるからさ、乗せてってなってもさ、乗せてくれへんと言ってくれ、行かはるやん。そうじゃないもんな。どうもみんなが言うに、これがラストボートらしいです。もうこれ以上、ボートないらしいです。どうなんやろ、戻ってこれんのかな。俺そこで食事した場合、戻ってこれへん場合どうしたらいいんやろ、どうすんやろみんな。でも何かしらやっぱ向こうに行ってみんな戻ってくるよね。ってなったらどんな感じだろう。ちなみにね、ボートならね、すごいよね。はい、はい、そういう感じで今船乗ってます。よかったら大丈夫だと思うよ。ですよね、ありがとうございます。もしよかったらスクショを撮っておいてください。すごい綺麗やな。こんなライブよくね。なんかめっちゃ鳥多い。めっちゃ鳥いる。バード。水はですね、そんな澄んでないです。ちょっと濁ってます。いいね、平和やな。わー、ビューティフォー。すごいね。チャンネル登録しました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、めちゃめちゃ気持ちいい。向こうにはこういう風に乗ってる、なんかいっぱい乗ってますね。すごいいっぱい乗ってます。そう、こんな感じでいっぱい人乗ってます。はい、こんな感じやね。いる。なんて素敵なんや。みんなもドバイ行きたくなってきたでしょう。帰りは泳いで帰ってきてください。マジで無理。でも泳いで帰ってたらおもろいな。おもろいけどな。みんな泳いで帰る人 おんのかな。いや、おるやろな、中には。いや、でももしかしたらそれもね、こういう船がいるところで泳いだりしたらまた裁判沙汰になる可能性があるっすね。それは気をつけないとダメですね。はい、やばいっす。チケットなくしました。あ、よかった、ポケットにあった。焦った、もうすでになくしたかと思った。 Thank you。 よいしょ。
checkout now, old card. Where? Checkout, old card is here. Oh, I see. It's ちょっとチケットがね、こんな感じになってるんですけど、あの QR コードでピッとしたら降りれるみたいです。うん、こんな感じなんや。なるほど、I see。あ、ありますね。これがチケットの機械なんですけど、このチケットの機械に通す。うん、OK。あ、OK、Thank you。なんかもうチケットを見せたら、あ、もういいよ。いいよ、来てって言ってくださいましたね。はい、じゃあまあ今からそうですね、チャンネル登録しました。ありがとうございます、ありがとうございます。ほんで今から、ちょっと食事行きます。ほんでちなみにここの通りはまあ言うたら昔ながらのこういう感じの街があるんですよね。でこの街を飛んのは全然大丈夫なんですけど、僕の右手にある方、まあ取れないんですけど、右手にあるのは大使館とかがあるんですよ。大使館とかは、撮ったらダメです。だから写真 NG になってます。俺のさっきの方ってあれやから、1日目にここ通ったんですけど、でもまあレストランとかあったんですけど、なんかパッとする店ないなと思って入れなかったんですよね。ほなまさかそこが有名な店やったみたいです。ちょっと今からそこを探して行ってみましょうか。多分ね、どっかにどこやったかな、地図あるんですよね。あ、地図というか看板出てる、これや。オールファナオルファナ、ちゃうな、ちょっとちゃうな。これ看板、これかなと思ったんですけど、違いましたね。あー、やばい、わからんし聞こ。To go. なんて言えばいいの。 Hi, how are you? Good, thank you. 建造物のこういう風に今昔の、ドバイの風景というか、こういう風に街並みが、観光名所なんですけど、こういう風になってるんですけど、この建物内入れるみたいですね。建物内、うん、一回ちょっと入ってみましょうか。俺この間来た時これ入れてないんですよね、うん、だから一回ちょっと上に上がってみます。上がれるみたいですねって言ったじゃないですか。あの、上がれないみたいです。みんな勝手に上がってるみたいです。さすがに YouTube 的にもそれは良くないと思うんで、うん、やめときます。というかちょっとだけ俺あのドバイの土地勘出てきた。もういろんなとこ歩きすぎてさ。フォトセンター。ほんでここが急にあの近代的なエスカレーターがあるんですよね。このもしかしたらエスカレーターに乗ってレストランとに行くのかもしれないです。一回乗っていきましょう。あ、綺麗綺麗、感じいいね。日本とは違う感じで、ここにね、僕の右手にあるのがレストランだと思うんですけど、いや駐車場、ただの駐車場でした。はい、上がります。はい、下がって上がるだけの人。あ、ここじゃないんや。ほんで天井とかはこうなってます。そうやなぁ、シーガリアファナーレストランズ、ファナーレストランズ、聞いこう聞いこうと思ってもね、あんまり誰もね人歩いてないんですよね。
うわ、ほらやっぱ捕まってるわ、あの人。あの建造物登ったらダメって言ったじゃないですか。捕まってるわ、これ。歩道されてますね。ダメよって。まあそらそうやわな。もうあかんって書いてるのに入ったらそら怒られるわ。殴られはあかんって書いてへんからね。ストリートパフォーマンスあかんともう大々的に言うてないんですよ。ほんまにグレーゾーンやと思うんで、うん、まあやろうとは思ってますけど。ほんでここのいる人って観光の人ばっかなんですよ。地元民は多分あんまりいないです。なので、このもしレストランの場所を聞いても多分みんなわからないかもしれないですね。ほんで意外とここのエリア、広くて、うん、大変なのよね。誰かな、ほんまにこの辺に詳しい人がいたらいいんやけど、詳しくなさそうやねんな、みんな観光客の人ばっかで。どこにレストランがあんのか。なんかレストランね、ほんまに、あ、こんなとこにあったんやっていうとこにあったりすんねんな。なんとも言えへん、難しいねんな、探すの。しかも広いし。ほんで、今僕がいるとこ結構開けてます。開けた場所になってます。ほんで、こっちの方ってアンティーク結構好きなんで、こういう感じで、出店じゃない、出店じゃないな、あの表にいろいろ品を出してこういう風にやってます。ほんでこっちは、さっき言った通り雨降らないですよね。全然雨が降らないからこういう風にずっと出しっぱなしでもいいんかなと思います。あと、治安もいいんで。あ、今ねこの辺カフェ&レストランって書いてあるから、多分この辺に食事処があるんやと思います。ちょっとねこの辺になってきたら賑わってきました。あー、いい匂いしてるわ。ほんでこっちにはかき氷あるのって聞かれてんけど、かき氷はないけどこういう風にアイスクリームやったらあります。アイスクリーム、あれ日本語書いてる、日本語。ちょっとね、ほら雪の花って書いてある。雪の花ってなんやろうね。はい、Thank you。聞こうか。Excuse me. Thank you. I want to restaurant. Where is this? Oh, sorry. Thank you. Have a good day. はい、わかりました。もうちょいまっすぐ行ったらあるよってののことでした。はい、この間ねこの辺歩いたんですけど、ちょっとここまでは歩いてなかったですね。ここまで来たら結構人います。そうですね、そんな感じで結構ねほんま賑わってますね。レストランとかいっぱいあります。そう、今こんな感じですね。はい、めちゃめちゃいい雰囲気です。僕ここ好き。 I like this place. I like this area. こういう風にまだアンティークいっぱいあって、結構ねどこのカフェもあの賑わってますね。そして僕が行きたいのはもっと人気店やと。うおー、なるほど、あっちもすごいいっぱいあります。すごい綺麗。おお、香水。はい、 Thank you. I'm good. How about you? Go. そう、おお、あれマジでこんなとこまで全然来てへんかった。こっちの雰囲気こんななってます。はい、まあ、みんなどこ見ても一緒やんと思うかもしれんけど、全然、カメラ越しでは分からへんねんな、これもったいないけど、まあこういう感じかな。うわ、ちょっとこんだけ見どころあったんや。俺ほんまやったら楽しめる場所半分ぐらいしか楽しめなかったかもしれない。 Hi, how are you? I'm YouTube live now. Good, good, good. Yeah, yeah, thank what you. What is this? A camera, yeah. Then and live now. Yeah, live. Yes, thank you. Ni hao.
Oh. Ni hao, ma. So I ni hando hando. Oh. But I am Japanese. Oh, chotto mate. Oh, sugoi. Eh, gadi gadi cook. Oh, sugoi. Kawaii kunai. Umai. Kingo mingo. Doko de omoeta ya? Thank you. Mite, mite. Oh, good. Mite, arigato, arigato. Do itashimashite. Arigato. Os. Life, life, life. Yeah, life. Arigato. Arigato. Hola. 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 Thank Hola. You. Como estás? Yeah. Coca-Cola. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Hi. そう、こんな感じでね、みんながすごいハッピー。Hi. How are you? おー、すごい。OK?YouTube live now, OK? Yeah, thank you. 今ですね、ちょっと見ててよって言われたんで入ります。Oh, thank you. I'm Japanese. Japanese,、yeah. konnichiwa. Oh, konnichiwa. Yes, very good. YouTube live now. Yeah, yeah, yeah. yeah. こんな感じで、あのドバイの衣装であったり、ああいうなんやろ。カシミールエンポリアム。いやカシ。カシミールエンポリアム。イエーイ。Thank you. 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 そう、こんな感じでしたね。いいね。すごいな、好き。そう、こんな感じやね。そして俺が行きたいレストランはどこにあるんでしょうか。多分もうちょい。うん、ちょっといい匂いしてきた気する。あー、ここや、ここや。俺昨日ここ通ったわ。これここが有名で安くて美味しいらしいです。そうそう、昨日なんなんやろな、このモニュメントと思ってんな。そう、こんな感じ。はいはい、じゃあちょっとここ入っていきます。レッツゴー。よし、失礼します。お邪魔します。はい、one for people, okay? One people, okay? English for one? Yes, yeah, you thank can... you. Yeah. ですね、今、店内に入ってきました。店内の雰囲気、すごいいい感じです。流行ってますね。Thank you! あー、そうか、外でもね、食べられるんやね。すごいね。じゃあちょっと、いい眺めとともに食事風景を映していきたいと思います。うわと思ってんけども、こういう風に見てもらえる通り、見てわかる通り QR コードが出てるんですよね。どこも注文の仕方 QR コードを読み取って、そこから注文になるっぽいっす。なので一回、僕この YouTube 配信を切って、ほんでもう一度ライブし直します。一回注文します。はい、じゃあ、ここで一回切りたいと思います。後ほど、ありがとうございます。